どうもー、これめちゃよろしくお願いします。いやいやね、もうね、大晦日ですけどもね。そうですね、お前開けてるんですよね。開けてますね、はい、何言ってますか。まあまあ言うてもね、結構ええ年になってきましてね。そうですね、ぼちぼちあの結婚とかね、考えなあかんね、うん、年齢にね、なってきましてね。なるほど、でも結婚なんかなかなか大変ですよ、うん、向こうの両親に挨拶とか、あ、娘さんをくださいみたいな。そうそう、できるか、そんなお前。それ僕得意なの。あ、そう、それ一番得意、ね、マジでお前。だって俺それの推薦で高校行ってるから、ね。どんな学校やのそれ。どんな学校なんそれ。枠があったから。あったの、うん、ほな急ぺんやってみようよ。ええよ、ええよ。俺が親父さん役やるから、うん、娘さんをくださいって言うに来いや。俺が言ったの。反対するからな、はいはい、はいはい。お父さん、お父さん、お父さん、はじめまして、みゆきさんとお付き合いさせてもらってます、西澤です。お父さん、お父さん、帰ってくれ。君にな、お父さんなんて言われる筋はないんや。じゃあお母さん。お父さんや。お父さん、ボーイッシュのお母さん。お父さん。お母さん。お父さん。お母さんも。お父さん。お母さんも。お父さんです。お母さん。怖いから。お母さん。怖いから。お父さんです。お父さん、すみません、ちょっと緊張しました。はい、すみません、ずっとピーって言うてるのは、ね、なんですか。お父さん、これあのつまらないもんですけども。いらん、そんな持って帰れお前。いや、ほんまにつまらないもんなんで。いらん言うてる。お前何持ってきてんそれお前。これあのキッチンの排水口のカバーで、うん、置いとくだけで物がつまらないんです。そっちはつまらんもんかお前。やかましは何やお前。何やお前は。え、すいません、ちょっと熱なりやすいんです。どこで熱なったんだよ。昔あのラグビーやってまして。関係ないやろそれ。何やお前は。父さん、みゆきさんは僕にください。お願いします。あかんやん、帰ってくれ。なんでなんですか。実はみゆきさんのお腹の中には新しい命が宿ってるんです。おちょ待ておい、まあ、そんな聞いてんぞお前。おい、どれになってるそれお前。おい、どれになってる君それ。確かあの2ヶ月ぐらい前に僕誕生日やって、うん、まあ、一緒にご飯行ったんですよ、うん、でいつもはその後送って帰るんですけど、うん、まあまあ今日ぐらいうち泊まっていきやみたいになって、うん、内容聞きたないわ。なんで内容聞かなかったんだよお前。向こうからそういうねしようと言ってきました。やめろ。みゆきさんの体もえらい熱なってました。やめて。僕も男としての本能がございます。 やめて。でもみゆきさん嬉しいと言ってました。やめろ。でも最後泣いてました。何した何した最後。だからお願いします、みゆきさん僕にください。やるわけねえのかお前。帰れ言うてんねんお前。なんでダメなんですか。僕たちにはねもう時間がないんですよ。父さん、あそこの時計見てください。時計。僕あれの色違い持ってます。どうでもいいよ。どうでもいいよそんなこと。だからお願いします、みゆきさん僕にください。やるわけないやんか。なあ君、なあそこの写真見てくれるか。あれは娘が生まれた時の写真や。娘が生まれたからな、僕の中で大事な大事な宝物だったんや。それを君なんかにやるつもりない。帰ってくれ頼む。お父さん、あそこの時計見てください。色違い持ってんやろ。いや、よう見たら形もちゃいました。あるけどな。よう見たら形ちゃうのあるけどな。話聞いてんのかお前。あ、やけどの跡見ます。なんで見なあかんねん。なんで俺が今君のやけどの跡を見なあかんねん。なあ、やけどの跡見せるんでみゆきさん僕にください。やるわけないやん。さっきから何回も何回も言うてんやろ。娘は今日まで大事に育ててきたんや。君なんかにやるつもりねえやん。帰ってくれ頼む。お父さん、頭上げてください。僕がお父さんにこんなこと言うのはお門違いかも分かりません。僕がお父さんにこんなこと言うたら、こいつ何言うとんねん、こいつほんまに何言うとんねんと思われるかも分かんないですけど、今すごく中華が食べたい気分です。ほんまに何言うてんのお前。最近ずっと和食やって。いや知らんやん。今日朝から中華の口になってました。知らんて。お願いしますお父さん、うん、中華取ってください。変わってるやん。娘もらいに来たんちゃうの。早く中華を。なあ、中華の電話を。この時間が無駄です。君アホやろ。帰れアホ。いや、中華取ってください。アホ帰りなさい。メニューを早く僕にメニューを。お母さん警察呼んでください。いや、中華取ってください。アホに帰ってもらいます。メニュー帰りなさい。自転車で持ってこいと言ってください。バイクは危険です。バイクは危険なんです。アホは帰りなさい。いや、中華取ってください。アホはね、帰りなさい。中華取ってください。アホ帰れ。お母さん、アホは帰りなさい。帰れアホ。帰れアホ。帰りなさい。おかきいただきます。食べんな。勝手におかき食べんな。帰れアホ。もうダメなんですか。ダメや。みゆきさんは。あかん。中華は。あかん。じゃあ分かりました、お父さん、うどん取ってください。もうええわって。どうもありがとうございました。期間限定のアイスっていうのをちょっと、まあ、こういうとりあえずラインナップ食べてて。ミルクミルクバニラ、これ全然反対だね。お前でもこんなの好きやこれとかマンゴー好きやろ。いやでも決めんない。いや俺もこれ食べたかった。でもジャンキーやすんだ。それでいいやん。いやこれ好きやろ。お前それやめてくれや。いつもいつもさ。いやほんならジャンキーでしょ。ジャンキー最初はグーじゃんけん。お前歌い覚えた。
もう対抗策かもテリーテリー動かへんことやで俺ほなメロン、あでもメロンも美味しそうやん。メロンソーダ行こうかな。いやそれメロンでほな変えたるわ、これ食べよ、俺メロンでいいよ。いやこっちがよくなってるのあでも俺この桃でもええかな、桃行こう。ああ、いいっすやな。うわ、見て。すげえ。いや、飛ばすね。おいしそう。あ、やらか。やらこ。あ、やらこ。うん。うん。おいしい。今までのこういうやつってちょっと硬かったんよ。まあ、これ時間が経ってるからやらか。あ、そういう感じ？溶けてるってこと？そうそう。桃やん。桃ここにある感じ。ほんまに。アイス感ないわ。うえ、桃。すげえ。桃。中に桃が入ってるじゃんか。これ自体がもう桃やん。え？何これ。めっちゃすげえねんけど、桃をちょっと凍らして食べてるような感じ。そんなに。何これ。めっちゃうまい。びっくりした。俺初めてはこんな。桃やん。マンゴーって言われじゃん。いやそれ聞いてからやん。いやこの同じ系統2種類同じやつが食べるなんて見たことないやろ。びっくりする。いや。あ。してんねん。ちょっとびっくりやわ。うまっ。おいしい。あ、後味うまっ。めっちゃおいしいこれ。いや全部うまいねんけど。全部うまいねんけどってこれしか食べてんけど。テクニックな。お前とにかく受けへん。この完熟マンゴーがもうめっちゃヒットしてねて、だからこのシリーズ桃が出てきたって。おかんの食べ方昔おかん、うん、腹立った見ててペロッといかへんねん。そのタイプのそのタイプをどうやって食べるの、ね、普通そうなんだ。それってこれの食べ方。左手こうやって。これの。左手こうやっていつもさ。これ腹立ってね。やってそんなことだって。やってたよな。知れ。まあ俺のおかんのアイス食ってる。腹立つ。じゃあ俺が言うのよ。めちゃくちゃ腹立つ。俺が言うのええね。お前言う。左手ってとこ。普通それペロって舐めるもんな。そう。見てください。うん。なんで歯むき出し火事に腹立つの。いや俺が言うなよ。あいつだろ。腹立つ。めちゃくちゃ美味しい。メロンソーダ行ってや。もうでも腹パンパンやねんな。もうそもそもすっごい食ってないっけ。入らんねん、もう腹パンパン。それでは、それではもう勝負できんぞ。お腹いっぱいやってすぐ言っていっぱい食べるキャラ。腹パンパン。あれ、吉ゼミでこれだやろ、お前。パンパン。あ、なんか、かき氷の中にバニラ、クリームが入ってる。もろそうだ。うわすごい、あのソーダ感もめっちゃある。あ、そう。かき氷シュワシュワするするする。嘘、ほんまにシュワシュワせんやろ。ほんまほんまシュワするのする。あれちょっと特殊なかき氷しちゃうかな、うまっ。なんかドンパチ入ってんのかな。いやドンパチでもあれはもうパチパチな、ドンパチせんみたいな。うまっ。これちょっとびっくり、あの技術がすごいわ。そうやな、うん。
もうだってほんまにメロンソーダをかき氷にしてるもん。いやこれ楽しみやな。めちゃめちゃうまい。今年の夏どれ食べようかな。そうだからちょっとね、あのいろんな、まあ、これ以外もあるし、あのいろんなアイスあるんで、ぜひ皆さん気になったやつの、うん、食べたい。食べてほしい。腹立つわ。おいしい。今も今もその食べ方してるの。いや最近見てへんもんだって。最近おかんがアイスクリーム食べてるあんま見へんやろ、おかんがアイスクリーム食べてる姿でもそれでも見てた時そう注意するの。え注意してたん。そうちっちゃい時、今やったらできるけど、うん、それちっちゃい時やったからさ、何も言わずにただただ嫌やなと思って。変な食べ方してるな。他のお母さん綺麗に、他のお母さん、他のお母さん綺麗に食べてる僕のお母さんが何の食べ方だよ。めっちゃ言っちゃって言わない言うたらあかんと思ってた。あー美味しい。他の人もだから思ってあったやろな。あー美味しいとか、あー冷た言うな、あー冷た。それは冷たいね、それアイスやから。お前のお母さん見よりたくてもうええわ。おいしいわ。もうええわ。ごちそうさん。いや、いけないんですよ、ね。はいはいはい。ちょっと僕ね、スカウトされたんですよね、スカウト。うん。まあ、なかなかスカウトされることないじゃないですか。そうやな。スカウトされたい、今日は僕。スカウトされたいな。だから僕ね、今日向こうから歩いてくるから、うん、西田君僕のことスカウトして頼むわ、ほんまにな、あんまり。まあ、確かにね。うん、俺も思ってたよ。あ、そう。誰もお前のことをね、スカウトしにけえへん。まあ、確かにな、うん。おかしいやん。まあな、うん。こんなええのにな。な、ほんまに、うん。こんなピカピカ光ってるし。まあまあね、ありがとうね、ほんまに。すごい素敵やんか。まあ、ありがとう、ほんまにな、うん。こんなに二足歩行やしね。どこ褒めとんねん、お前。他あるやろ、お前ね。俺も腹立ってたから。向こうから歩いてくるから。頼むね、スカウトして。スカウトしたいな。よろしくね。すいません、すいません、すいません。ちょっといいですか。なんすか、なんすか。すごい、体すごいいい体してますね。ほんますか。うん、鍛えてはるんですか。いや、そんなことないですけどね。顔もなんかシュッとして男前やし。あ、ありがとうございます。すごいな。はい、ほんますか。お兄さん、はい、もしよかったらね、僕と一緒にトウモロコシ作りません。何の使うんだよ、お前。ね。農場え、ブラジルです。いやよ、絶対成功せへん、それ。すごいお金持ちになれたりするから。もうええわ、お前。スカウトも難しいよ。まあ、まあ確かにね。スカウトでもいろんな種類あるんですよ。うん、例えばね、あの野球とかサッカーやってる高校生のところにね、うん、スカウト来たりするじゃないですか。はいはいはい、でもかっこいいのがね、うん、僕はそういうやつ、断るやつね。僕はもう道決まってますと。あ、他の道に僕は行きたいですと。そうそうそう、あんな憧れるんですよ、僕。あれかっこいいよね。ほんまに。もう何回来ても一緒ですよ。帰ってください。帰ってくださいって言われてもね、何度でも来るよ。それが僕の仕事だからね。君はね、早く自分の素質に気づくべきだ。確かに君は体はさほど大きくない。しかし足も速くはない。しかしそのボディバランスも良くはない。ただそのリーダーシップ、統率力、それもあるわけではない。しかしその目の輝きも特にはない。何も言えないか、もう何もないやろ、俺なあ、なあ。しかし、うん、ジャケットがよく似合っている。それなんやねん。それ言われたらどうしたいの俺。また来るよ。来んの、なあ。来んでええって、なあ。ジャケット似合って何、何のスポーツそれ、なあ。どうしたらええの俺、なあ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 。何なの、何なの、何なの、何なの。また来たよ。また来た。何なんと言われてもね、何度でも来るよ。オンオンと言われてもね、僕は帰らないよ。気持ち悪いな、お前。気持ち悪いって言われてもね、居続けるよ。ね、君はね、うん、早く自分の素質に気づくべきだ、うん、君は、うん、ジャケットがよく似合う。分かった、でも分かったよ。また来るよ。こんでええってジャケットがよ、青山の人なあ、何のスカートな。俺どうしたいの、ジャケット似合う言われてなあ。もうこんといて、なあ、もうこんといて、もうこんといて。また来たよ。また来たの、ね、また来たのって言われてもね、何度でも来るよ。どうしたらええの俺。どうしたらええのって言われても僕は帰るわけにはいかない。帰ってって言われてもね、僕はこのまま帰るとすごく怒られるんだ。何の会社、何つうかね。今日はちょっと見てほしいものがあるんだ。見てほしいもの、何それ。テレビデオだよ。テレビデオ、ちょっと見てくれ。ビ、何なんすかこれ。馬の出産シーン。何見せとんねん。なあ、なあ、いい返事待ってるよ。どうしたらええの。また来るよ。どういう返事がええの。出産して見せられて、ジャケット似合う言われて、絶対ぬるぬるなりやん。出産ジャケット着てやったら、もうこんといてや、もうた、はい来いや、もう何こげてんねんお前。来てんねんお前は、もうなんなん、もうまだ来たよ。また来た。
また来たんって言われてもね、何度も来るよ。帰ってやもう。帰ってと言われてもね、何度も来るんだ。気持ち悪いなこいつも。気持ち悪いって言われてもね、何度も来る。ロボットかお前もう。ロボットかって言われてもね、何度も来るよ。ね。ネチャルお前。君は早く自分の素質に気づくべきだ。分かった。ジャケット似合うやろ。今日はね、ジャケットの話はやめておこう。やめてもう。ちょっと見てほしいものがある。何を？これだ。手を出してくれ。え？ちょっと食べてみてくれないか。食べんの？うん。何なんすかこれ。カブトムシの幼虫だよ。何壊しとんねん。早く出して、早く出して、うがいして、早く出して、早く出してね、早く出して。いい返事待ってるよ。どうしたらええねん。どうせ言うねんお前。また来るよ。もう来んでへんってお前。ただね、明日はおばあちゃんの法事があるから、次明後日来るよ。いやまた来れないかでもないよ。どうもありがとうございました。じゃあ続きまして、兵庫県のひよっこさん。ダイヤさんこんばんは。わわ、いつも楽しく聞かせてもらっています。本日のテーマの願い事ですが、今日5歳の娘が幼稚園で作った七夕の飾りを持って帰ってきました、うん、そこには拙い文字でプリキュアになりますと、かわいいな、娘の願いが書いてありました。なります言うて ねなりたいじゃなくて、娘は最近だんだん口が達者になってきており、お母さんしっかりしてちゃんと覚えててとか、私も悪いねんけどなとか、大人ぶって言うようになってきて少し寂しい気持ちになってきていました、うん、なるほど。しかしプリキュアという幼い文字を見た瞬間、親バカですが胸が締め付けられる思いがして、ずっとずっと子供たちが子供らしくいれる平和な日々が続きますようにと、柄にもなくそんな願い事を抱いた七夕でした。暑さに向かいますので、ダイアンさん、スタッフの皆さん、ご自愛くださいと。素敵なね。お昼間のなんか。ほんまやね。お昼のメールみたいな感じの爽やかな ね。いいやん。確かに。大人な文章。確かにちょっとそういうなあるんでしょうね、うん。子供が成長するのは嬉しいけれども、ちょっと、うん、あ、だんだんちょっとね、まあ、大人になっていくのかっていう寂しさもね、どんどんあるんでしょうね。赤ちゃんの時期なんて一瞬やからな。うん、ほんまにすぐも歩いて喋り出して生意気なこと言うてみたいな。ええよね。いい、ほんまに素敵なメールやった。ほんまやな、うん、プリキュアになります。ほんまな、なりますっていうのがまたいいよね。断言したね、うん、なりたいじゃなくてプリキュアになります。可愛いよね、可愛らしいね。叶えてあげたいなと思いますよ、こんなんは。なってほしいね、ぜひね。ほんまにだったら怖いけどな。いや、そういう、あの、やっぱ気持ちを、うん、あの、やっぱり忘れんとね、うん、成長していったらやっぱ素敵やよね。まあ素敵なレディにね。ほんまに。素敵なレディがね。な、なると思いますよ。なります、ほんまに。ね、うん、素敵な話。なんかちょっとだけ。なんか差し上げようか。あの、なんか差し上げますんで。そういう権限ないからお前。一番大きい何か送ってあげてください。でも素敵やね。ABC にある一番大きいやつをお願いしますね。素敵な七夕をいただきました。ちょっとね、広がらなかったんですけど。いや、そんなことないよ。そんなことない。ちょっと頑張ってなんとかね。広がらんかったからの素敵な方で逃げました。で素敵な話でしょ。いやいや、ほんまに。いやで何かしら送らせてもらいます、うん、ほんまになんかあのお昼 の、うん、あのラジオに送っていただく、うん、ほっこりした、うん、ね、胸が熱くなるね、やっぱりあの人のあんなわがまま言うて、口も達者になって偉そうに言ってきて、うん、もう食べへん子供ね、ご飯とかみんな言った子がプリキュアになります、うん、それだけで。じゃあ次行きましょうか。途中まで聞いたけど意味わからんかった。俺も何 どうしようか。お前の話な。俺の話なんか今言おうとした話が途中聞いてみたけど意味わからんかった。じゃ次行ってくれ。でもちょっと頑張ってみる。じゃ次行きます。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。まあ行けないなんですけどね、この一人カラオケってちょっと最近流行ってるらしいやんか、うん、で俺も行きたいんやけど、ちょっと受付がちょっと恥ずかしいな思ってな。あ、一人ですいうのがね。あ、ほんならちょっとカラオケの受付やったるから、うんうん、マジで お客さんとして来たいんじゃん。行ったいの、うん、頼むほんなら、うん、なほんまに。あ、すいません、あの、はい、カラオケしたいんですけども。あ、予約された方ですよね。予約はちょっとしてないんですけども。え、予約された方じゃないですか。予約してないですよ。え、予約されてた、はい、ミャンマーの AV 男優の方ですね。違いますよ。お疲れ様です。何すかそれ。違います違います。遠征ですか。遠征って何ですか。違いますよ。え、ミャンマーの AV 男優ですけど言って言い分けれてるんですか。はい、違います。来はったと思って。何やねん。すいませんすいません。今日お客様、何名様ですかね。あの、一人ですけど。一人。はい。いじめとかですか。ちゃいますよ。どんないじめやねん。一
一人でカラオケ来るってそうやって言うてください。言わへんよ。僕警察に行きますんで。大丈夫やから。いや一人カラオケ流行ってるでしょ。いやいじめの方が流行ってますんで、ね、どんな言い方やねんそれ。あれもロングセラーなんで。どんな言い方やねんそれ。ロングセラーって一人ですから。大丈夫です、ね、大丈夫ですよ一人で、はい、時お時間の方は、はい、一泊でよろしいですかね。一泊でねえのなんでここで一泊せなあかんのお前。一泊二曲付きでよろしいですか。二曲付きみたいに言うんだよ。二食付きみたいに言うてるやん。夜一曲朝一曲でちょうどご飯のタイミングでじゃあ1時間ですよ。あ1時間ですか、はい、1時間で、はい、あと今、はい、歌の前に無料でねちょっとガムをお配りしてるんですけども、ガム、はい、まあ、歌う前にガム噛んでもらったら、はい、口の運動になってねすごくスムーズに歌えるんですよ。あそうなんですか、はい、もしよかったら言うてくださいね。あいつかほんのください、はい、あります、はい、無料やから。何やお前これ風船、風船ガム、風船ガムなんで、風船ガムなんで、はい、風船ガムなんで、はい、はい、よく噛んでもらって、うん、はい、弾力あるでしょ。ちょありますね、はい、ちょっと生臭いですかね、うんうん、はい、な変な味しますよ、うん、そう私手作りのガムなんですけど。気持ち悪い手作り。あ大丈夫です、あの焼く前の実のなんですけど。やらせてお前生の実のなんか絶対赤いやんか。なんてねこいつ、なんこいつ、いらんから。風船ガムなんでよかったら膨らしてみてください、ね、膨らむわけないやん。お客様、当店のカラオケの映像なんですけども、ちょっとあのオリジナルになってましてね。どんな映像なんですか。ほぼあの虎がライオン食べてる映像なんですけど。なんでやねんなんでそんなもん見ながら歌わなあかんねんお前。あの自然の摂理を理科の勉強でもなりますんで。虎とライオン合間見えへんで絶対に。あの 近いところあるんですよでその真ん中に餌置いてましてね。マジでほらそれで喧嘩してマジでテンション取ってますんで。なんでテンション取ってんのよ何でそれお前。あとお客様カラオケの音量なんですけども、はい、音量できるだけちょっと絞り目でお願いします。 なんでちょっとあの隣の部屋との仕切りが襖になってますんで。なんでやねんお前なんで襖やねんお前。おい元々民家でして、うん、あの改装なしでやってるんです。せえよ絶対改装せなあかんやんそれ。ちょっとお金かかりますんで。せえよそれ。音絞り目で、うん、もう何やったら消してもらって。なんで消さなあかんの。でマイクの音量も消してもらって。めちゃくちゃやんけお前。でも歌わずに座っといてもらう。おかしいやろ部屋でゆっくりしてるだけやん、はい、歌うよ俺。あそうですか。ほんでも採点もするよ。あんの採点機能とか。採点機能がちょっと今壊れておりましてね。なんで壊れてんのお前。でも大丈夫です。バイトの野村くんが部屋に待機してますんで歌終わり随時野村くんが採点してくれる。いらんなんでそんなやつ言われなかったの。野村くんちょっとプロじゃないんで、うん、専門的な何点とか分かんないんで、うん、あのよかったです。いらんっていらんってなんも嬉しいよそんなもん。よう声出てましたね。いらん言うてんの追い出せそんなやつお前。野村くんちょっとあの体臭きついんで追い出せお前。それで気ぃつけてください。何気ぃつけなかったそんなもん、はい、あと、うん、今ちょっとなりきりキャンペーンでのちょっとやってるんですうち。なりきりキャンペーン。なりきりキャンペーンです、うん、あのね本人になりかわって歌いたいという方結構おられるんですよ、うん、そういう方にアイテムをお貸しするっていう、うん、例えばこの矢沢セットでしたら、はいはいはい、まあ、白いスーツと、うん、白いマイクとか矢沢吉、はい、ええやん。あとまあ AKB セット、うん、あとこの制服とか、はいはいはい、そうあるんで、もしなんかあの絵のあれば言ってくださいね。じゃあの尾崎、尾崎ございます。ある？はい、尾崎セットです。これあの尾崎セットになります。尾崎セットの角刈りのズラとゴルフクラブになります。ジャンボやそれ。ジャンボやなんで俺もジャンボ尾崎の格好して歌わなあかんの。あっちの尾崎ですか。わかんない。すいません。なんでジャンボ尾崎セットがあんねん。すいません。あっちの尾崎。すいません。すいません。すいません。これあの極太のもみあげになります。強い子やまた会う日までの時の三角のりなんですけど。のりな貼ってもらってはい歌ってもらって。つけへんからもういいからで早く部屋案内してよ。何パターンってんのこれ。お客様がお店に入ってきた時点であの時間の方換算してます、ね、せーなーやお部屋が2階の201になります。行くかほんまに、はい、でちょっと和室なんで、あのちょっと床の間になってますんでね。まだ仏壇とか置いてますんで。なんとかせよお前。歴代のおばあちゃんの写真とか撮れやそんなもんお前、はい、んけお前。でもしかしたら途中でおばあちゃんが仏壇の水だけ買いに来るかもわかんない。誰か住んでるやんまだ。引き継ぎの期間なんでまだ住んではります。まだ営業したらあかんやんぞ。おばあちゃんそれ住んではるんで。すいません。行っていい。あとお客様、何あの終了の5分前になりましたら部屋にあの野良犬話しますんで。なんでやねんお前。危ない。パニックだろそんなもんお前。野良犬入ってきてあと5分やと思ってください。電話して。電話ないので。ないの。これ18年1回もあのお風呂に入れてない雑種なんで。飛び切り臭いと思いますけど。臭いやつばっかや。すぐ分かりますんで。負けの分からんも言っていいよ、はい、ほんまによ。でお客様尾崎セットすぐお持ちします。いやいらんねってもうええわ。どうもありがとうございました。どうもナヤザです。よろしくお願いします。どうもみんなみんなハッピーニューイヤーよろしく。ナヤユウスケです。鏡餅飾ってんのかな。東京スタイル。ちょっとください。東京スタイル始まりました。ミザライアンユウスケです。東京スタイル。
ちょっとマイクなんでこんなおしゃれにしようとしてるのか分からないんだけど、やっぱその東京おしゃれのワード全然出てへんかったやん。鏡餅言ってたやん。鏡餅飾ってる。いやそれめちゃくちゃダサいか。ちょっとどういうことだ。いやいや、なんでそんなおしゃれにしたがってんの。やっぱ東京スタイルやから、やっぱり我々も東京スタイルでその何話じゃない言うことでもう何話が出てまうねん。余計もうこんなん言わん方がええねんて。いやいや、やっぱりその、はい、最初はやっぱ言うていって、うん、言うていって言うていって途中でやめるっていうね。いやいやいや、東京スタイル何やねんそれ。言うてだけやんけ東京スタイルって。ちょっとこっから1時間はね、うん、我々ダイアンの東京スタイル、うん、ちょっとだいぶおしゃれなねラジオになると思うんですけども、うん、ぜひねちょっと聞いていただ、うん、おしゃれに聞いていただきたいと思ってます。おしゃれに聞くってどうしたらええねん。鏡餅飾ってる。それもやめてくれよ。でもおしゃれな人あんま飾ってないからさ。おしゃれになればなるほど飾らんもんやで。あれ、いや、やっぱりそこはね、うん、伝統ということで。伝統じゃないよほんま。ちょっとまた帰ってきまして。ああまあな、そうです、前回ね第2回目ね、うん、しかもこんなお正月に。いやまあこの曲ええやろ、このおしゃれな曲。この合ってへんからこれ。いやお正月ということで、うん、やっぱりその、うん、みんな多分今聞いてくれてると思うんです。あまあまあお正月やからね、なんか羽子板とかしながら。めっちゃ古いやん。カルタとか庭に庭に昭和のラジオみんな着物着てね。お前それ白黒白黒のやつ。ちょっとたこ揚げ行く、ちょっと待ってね。1時間で終わるから。ちょっとあのタイプのラジオ、大きいね。戦時中のスピーカーみたいなやつね、めちゃくちゃでかいやつ。朝ドラでしか見えへんで、あれで多分今羽子板隅でバッテンとか多分書きながら聞いてくれてると思う。むちゃくちゃ楽しみしてるやん。いやそれはね、そこっちはそういうつもりでやっぱやらせてもらってるから。テレビもないやん。いやね、この音楽いつまでかかんねんな。この軽快なリズムの音楽はずっとで終わるまで。終わるまで。珍しい。ちょっとでもおしゃれにしたいから。珍しいわほんまに、ね、まあまあね、でもちょっと、ね、去年の4月以来や、うん、そうです、ありがたいね、ね東京スタイル、うん、第2回ということ で、 でしかもこんな元旦の1日にね、うん、やらせていただけるなんて、ああほんまありがたいです。そうやな、ほんまに嬉しいな、ほんまに。なんかね、うん、このいいスタートダッシュがね、ああ簡単にな、うん、簡単に、ね、確かにそう切れると思います。ほんまやな、我々的にも TBS ラジオさん的にもね、おしゃれにしたいわけないやん。もちろんもちろん。なんで野球のボールとか置いてんのだから。そうやっぱり事前に言うたんやろ、びっくりしてて、なんでや俺とお前のとこに一個ずつ野球のボールが置いてる。これどういうことだ。これね、事前に言いました、ブースやっぱり東京スタイルということでおしゃれにお届けしたいから、ブースの中をできるだけおしゃれにしてくださいということで、このジャイアンツの、ね、なんでジャイアンツの、ジャイアンツのボールがね置いてます今。しかも一個ずつ。これが一番よく、なんで野球ケータリングとして、なんで野球、誰か偉いさんとか名物で置いてるとか、全然関係ない、TV関係ない何も関係なく東京やから、やっぱりジャイアンツ。ちょっとでも東京に。めちゃくちゃダサいやん。なんでお前東京スタイル言って野球のボール言ってんの。やっぱジャイアン、やっぱ東京で言えばジャイアンツ。やっぱそういう。阪神じゃないぞっていうことか。そう。関西やったら阪神とかさ。なるほど。やけど、東京からやっぱジャイアンツの。なるほど。ボール置くと、ブース内が一気にやっぱり東京に。っていう、考えのもと置いてくれてはる。どこかやねん、お前。何やねん、野球のボール一番意味分からなかった。なんで一個ずつやろ、何を、ね、お互いの握り方を見せようとかが。やっぱケータリングやから、ね。俺はカーブこう握んねんとか。その一個ずつやったら、じゃあどっち側に置くねんって。いうのはやっぱ揉める原因やから。それは一個ずつね。平等に。なるほどな。これでもう一気に東京色になる。なるほど、うん。まあまあね。ジャイアンツ。いつまでかかってんねん、ほんでこの音楽。ずっと最後、まあ、いやでもね、すごい嬉しいや、ほんまに嬉しい、ありがたい ね本当に、ほんまに、東京スタイル、そうやね、ほんまに2回目やで、2回目、好評やってってことですか、っていうことですよ。だってマジで去年の4月にやって、うんうん、で今今年1月の元旦でしょ、うん、にも2回目でしょ、うん、こんな短いスパンで、いやでも結構入ったわ。
忘れてたやん前回どういう風にやったことな。こんな短いスパンであるって好評でしかない。めちゃくちゃ長かったよ、ほんまに、ね。いや、でも元旦だってすごいからね。いや、そうですよ。ありがたい。元旦をちょっと任してもらえるって。まあまあ、やっぱすごいんですよ。まあ、1時間な、元旦の TBS ラジオの。こんなね、みんな取り合いの枠やと思いますよ。あ、まあな。俺も俺もって。実際欲しいところも俺もくださいって。ね。それを、ダイアンにって、うん。ねえ、しかも、今回はなんか東京の、TBS ラジオだけじゃなくてネット局があると、うん、富山、岡山、山口、熊本と、うん、ネット局は元日ではなく2日とか3日に放送してると。なるほど。ちょっとずれてるわけですね。なるほどね、うん、だからちょっと他でも聞けると。そうやね、富山、岡山、山口、熊本っていうなんかすごいピンポイントないこれはなんかで理由、これもやっぱりおしゃれに、やっぱりおしゃれに、やっぱり富山とかやっぱチョイスのセンスを見てほしいよね。富山、岡山、山口、熊本どういうこと、どういうこと、なんでってすごいピンポイント。その辺がやっぱりそのなんか理由はあるのこれ、センス、やっぱりユースケ的の理由はなんかあるのこれ。これはやっぱりそのおしゃれスポットなわけ。おしゃれスポットやし、基本やっぱりその2文字でやってくださいっていうのは言ってたよね。漢字2文字の漢字2文字はやっぱり見た目もいいし見た目もいいから漢字2文字を多めに行きましょうかみたいな。奈良とか入らへんねん。それでも、そうやね、滋賀とか、そうそうそう、やっぱりちょっと東京スタイルということで、だいぶ多いで2文字ほとんど2文字だけど、ほとんど2文字やけど、2文字のとこを選んでくださいっていうのと、ブース内にあのボールを置いてくださいっていうのはもうマストでお願いしてたんです。だいぶダサくしやがってない。こんな言うたんだ、こんな言うたら怒られるかもしれないけど、だいぶダサいと思うけど。いやいや、それがやっぱりそれが東京スタイル。大丈夫、これの辺は大丈夫です。京都とかもっとあるかな思ったよ。全然全然、ま、うん、こっからでもまた神戸とかさ、いやいや、もっとこっからどんどんでも広がっていくから。あ、そう、うん、まあ確かにスタートとして、そう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 、いや嬉しいよね本当に、スタートダッシュ、うん、ということですよ。うん、おしゃれに決まってる。ほんまに、うん。もうでも年も明けましてね。ほんまやで、1月1日。うん、そうです。元日やで。2022年。そうやで、ほんまに。明けましておめでとうございます、ね。おめでとうございますです、ほんとにね、うん。今年もよろしくお願いいたします。お願いします、ほんと。ね、うん、ほんま、去年はなかなかね、大変な年でした、ね、うん。激動の年でした。激動のね、うん、年でしたけど、今年はやっぱいい年になるといいよね。ほんまやね。うん、目標みたいなのあんの？目標はやっぱりその、おしゃれに行きたい。うん、まあ、ゆうすけの、もおしゃれな目標としては、うん、ちょっとパーマかけようかなってことかけれる？パーマ。だいぶで、どういうパーマ出んのよ。そのなんやろ、ソバージュみたいな、昔いたの、勝美さん。めっちゃ古いやん。勝美さんっていうね。いや、いつまいじあるとか歌ってた勝美さん。元祖パーマって言われてる。元祖パーマって。勝美さん。いや、元祖パーマ言ってるのお前だけ。俺、あんなきつく。あんなきつく男で当てるんやソバージュを、まあまあ、あれはやっぱり勝美さんぐらい、うん、俺はそのちょっと伸ばして、ああいうソバージュ、男やのにソバージュ伸びひんって西田も、いやいや伸びて伸ばして、ほんでやっぱり細い長いのになると西田ちょっと見てられん感じだって、あれだ、それをやっぱボリューム細くて長いみたいな西田ボリューム出して大丈夫、ちょっとふわっとさして、やっぱりちょっとそういうとこからやっぱおしゃれに変えていきたい。なるほどな、うん、まあもうおしゃれおしゃれ言わんでえっちゃうな、あんまり、いやいや、やっぱりその大事なこと人前に出させてもらう中で、まあ、やっぱおしゃれに決めるって、うんうん、やっぱすごい大事だと思う。なるほどな、うん、こんな長く音楽かかるやつまだかかってたで、ね、なんかおしゃれ目標ある？おしゃれ目標、俺の、うん、おしゃれ目標、うん、やっぱ服とかをいっぱい揃えてるなと思ってるな。ええやん、今のところなんか衣装さんかばっかりもらってるから、うん、なんか自分でなんか展示会とかよう行くやんか、行く行く、吉本の芸人先輩とかがちょっと売れ出したらよう言うねん、展示会行く行く行く、なんノブさんとか全然そんな言わへんかったのに、うん、急に展示会とか言い出すみんな、うん、それ行く俺、今年の目標展示会、なんかの展示会、確かに展示会やったら言うやろ、言う、東京来たらマジでみんな展示会言うて誘われるしな、そう、うん、展示会、同じちょっとブランドの服とか着てる先輩とか聞いた、うん、いついつ展示会あるから行こうやとか、そうそうそう、うん、それに俺行く、なるほど、ね、そんな誘いもなかったから今年はその誘い受けるぐらいの、あ、まあでもそこ、うん、だその好きなブランドを結構買っとかなきゃよね。あ、そうなん、うん、ほんならなんかさ、うん、お得意、ああお得意さんやみたいなんで、ちょっとシステム分からへんけど、うん、有名になったら呼んでもらえるんじゃないの、
あ、それもあると思う、ね、うん、でなんかちょっと安くしてくれたり、なんか先にちょっとくれたりとか。めっちゃ詳しいやん。展示会でそういうのやから行ってんの。行ったことない。行ったことない。予想な。予想でしゃべってくれ。どう、展示会ってどうなんだ。教えてくれ。多分やけど、うん、なんかこれから出す服が多分いっぱい展示されてると思う、うん、でそこに多分入っていくと思う、その建物で、あ、これのはいいやんとかあったら、結構そのそこで、ね、注文とか取られるんやけど、だからちょっと、まあ、芸能人ということで早めにくれたりとか、うん、あのちょっとだから、なんていうの、エコひいきじゃないけど、あのやっぱり出てる人はインフルエンサーみたいなもん、ね、やってくれると思う。マジで、うん、これこの血のパンいいですよとか。え、血のパン、だいぶ、え、それ展示会で血のパンとか出てくるの。そんなそう、そんな顔やろ。ま、なんかすごい昔からあるアイテムとかどうは、うん、俺そんなとこ行くの。俺血のパンで、この血のパンいいですよとかお前もこのブリーフいいですよとかさそうだ、あんの。やっぱりまあまあそれはあるよ。えー、うん、ちょっとそれちょっと行ってみたい。今年も確かに目標として、みんな行ってるな、なあ、だからちょっと悔しさもあったんや。なんかみんな行ってんな思って。俺行ってない。なんか展示会展示会っていう話してるからさ、若手の子でも言ってるな。この間あの展示会行きまして、ちょっと悔しかったよ。俺行ったことないのに。なんかそういうの呼ばれへんしさ、なんか、あ、俺はそういうまだそこに行ってへんやなみたいなさ。なるほどね。そういう立ち位置に呼ばれてないやん。そうそうそう。だから今年はね、目標展示会行く、それ行きますよ俺。なるほどな、上半期中に行ってみたいです。あ、もう すぐもうすぐすぐすぐ、もう何かの展示会。そ、え、それ何かの、何でもいい、何でもいい、言ってみて。何々の展示会この間行ってみたいな話をしたいね俺も。あ、それ服じゃなくていいってこといや、それはそれも住宅展示会とかさ新しいこんな便器が出ますよとか。いや、それ俺便器の展示会行ってもさ俺業者じゃないから。こんなカーテンが出るんです。いや、カーテンの展示会行って俺服よそら。あ、服ね。そりゃそうよ。そら便器の展示会行ってもなんかそんなしょっちゅう買えるもんじゃないですよちょっと服の展示会行って。あ、でもええな。ちょっとバーっと来ておしゃれに。ほんでなんかそこのさ、インスタにちょっと載ったりとかして、うん、ああ、あるな。なんかあるやん。あるある。でもっとさ、あるある、ハイブランドのさ、あるある、なんかオープン、あるある、記念パーティーとかも生まれたよね、うん、ドレス着てみんな。まあまあ、だからそういう影響力がある、あって、うんうんうん、そういうおしゃれっていう人じゃないとそんなの呼んでくれへんやろ。いや、だからじゃあそういう風になりたいわけよ。あるやん俺がって。一応多少はあるやんって。いやいや、その影響力さ。いやいや、そのファッションやろ。ファッション、ファッション。ファッションとかじゃないやろ。その、もっとなんか、はい、こんな新しい歯が出ましたとかの津田さんが来てくれましたみたいな何歯の展示会って一周できへんね何歯の展示会っていやでもなんか何かしらの展示会ね、目指していきますよ僕も。ええよね、うん、確かにそれを行きたい俺は。ええな、うん、俺もだからちょっと何やろ最近、うん、まあダイエットまではしてへんねんけど、ちょっとご飯をちょっと減らそうと思って。なんかあの友達とかに、なんか前聞いてたら、なんかもう俺も晩飯食べてないねとかな、あの言ったりしてる人もおったんよ。もう半年晩飯食ってない。すげえなと思って。でそれなんか健康のためにやってるとかで、で俺ちょっともう何、俺もちょっと、まあ、ダイエットまで無理やからちょっと控えようと思って、ちょっと控えてんねんな。ほんでなんかじゃあ夜ちょっと酒飲もうと思って。酒飲んだらなんかそんなご飯食べんでええやんか。珍しいな。そうそう、あん全然酒飲まへんやんか。酒飲まへんやんか。でもちょっと飲めるようになってきた。酒飲んだらおしゃれやん。その辺もちょっとな。え、何飲んでんの。ハイボール。いやいや、すごいなんかでででで。ありがとうございます。いやいやいや、これ待ってたんすね。これ待ってたんす。ありがとうございます。盛り上がるとこちゃうん。ハイボール。いやいや、ハイボールで盛り上がるとこちゃう。ぼちぼちあの結婚とか考えなあかん年に、ね、なっていてね、はい、まあ、確かにね。でも結婚なんか大変ですよ、うん、向こうの両親に挨拶とかね、あ、なんか娘さんをくださいみたいな。できるか、娘さん。それ僕得意なんです。あ、そう、それ一番得意で、ね、あ、そう。だってそれの推薦で高校行ってるからね。どんな学校行ってたの。すごいね、ワクワクな。今日いっぺんやってみようよ、うん、な。俺がおやじさんやからか、やるかやるからな。娘さんをくださいって言うにこやな。 OK、 お父さん、お父さん、はじめまして。
みゆきさんとお付き合いさせてもらってます西澤です。お父さん、お父さん帰ってくれ。君みんなお父さんなんて言われる筋合いないんや。じゃあお母さん。お父さんや。お父さん。ボーイシのお母さん。お父さん。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 お母さんも。お父さん。お母さんも。お父さん。お母さんも。怖いから。お母さんも。お父さん。お父さん。お父さんです。お父さんすみません。お父さんこれつまらないもんですけども。いらんそんな持って帰らんお前。いやほんまにつまらないもんなんで。いらんで何持ってきたよお前。これキッチンの排水口のカバーで置いとくだけで物がつまらないんです。そっちのつまらんもんかお前。やかましは。やめ。やめ。やめ。なんとにも。すみません、ちょっと集まりやすいんです。どこで集まったんだお前。昔ラグビーやってまして。関係ないやろそれ。何やもてんねんラグビー。お願いします、みゆきさんは僕にください。お願いします。あかん言うてるのも帰れ言うてんねんお前。なんでなんですか。実はみゆきさんのお腹の中には新しい命が宿ってるんです。ちょっと待ってお前、そんな聞いてんぞお前。どらなってるそれお前。どらなってる君それ。実は2ヶ月ぐらい前に、うん、僕誕生日やって、うん、一緒にご飯行ったんですよ、うん、でいつもはその後送って帰るんですけど、うん、まあまあ今日ぐらい家泊まっていきやみたいな。内容聞きたないわお前。なんで聞かなあかんねん内容。向こうからそういうねしょうと言ってきました。やめろ。みゆきさんの体もえらい熱なってました。やめて。僕も男としての本能がございます。やめて。でもみゆきさん嬉しいって言ってました。やめて。でも最後泣いてました。何したん最後。何したん。やめて。だからお願いします、みゆきさん僕にください。あかん言うてるの帰れ言うてんのお前。なんでなんですか。僕たちにはもう時間がないんですよ。え、父さんあそこの時計見てください。時計。僕あれの色違い持ってます。いやどうでもいいよ。どうでもいい。だからお願いします、みゆきさん僕にください。やるわけないやん、色違い持ってるだけで。だ帰ってくれお前、頼むわほんまに。なあ君な、あそこの写真見てくれるか。あれは娘が生まれた時の写真や。娘が生まれたから僕の中で大事な宝物になったんや。それを君なんかにやるつもりない。帰ってくれ頼む。お父さんあそこの時計見てください。色違い持ってんやろ。いやよう見たら形もちゃいました。あるけどな。よう見たら形ちゃうのあるけどな。話聞いてんの君。あ、やけどの跡見ます。なんで見なあかんの。なんで僕が今君のやけどの跡を見なあかんの。なあ最近何回も何回も言うてるやろ。娘は君なんかにやるつもりない。帰ってくれ頼む。お父さん頭上げてください。僕はお父さんにこんなこと言うのはお門違いかも分かりません。僕はお父さんにこんなこと言うたらこいつ何言うとんねん、こいつほんまに何言うとんねんって思われるかも分かんないですけど、今すごく中華が食べたい気分です。ほんまに何言うてんのお前。なあ最近ずっと和食やって、今日朝から中華の口になってました。だからお願いします、お父さん中華取ってください。変わってるやん。娘もらいに来たやろ。中華取ってください早く。中華の電話を早く。この時間が無駄です。早く中華を。君はアホや。メニュー。お母さん警察呼んでください。メニュー。アホが来ています。いえ中華取ってください。アホを呼んでください。中華取ってください。帰りなさい。中華を取ってください。帰りなさいアホ。メニュー。アホは帰れ。中華取ってください。帰りなさいアホ。中華取ってください。アホは帰りなさい。アホは帰れ。自転車で持ってこいと言ってください。帰れ。バイクは危険です。アホは帰れ。カッター。アホだから硬いか君は。硬いからアホなのか。帰れ帰れ。アホだから。帰りなさい。中華取ってください。もうダメなんですか。みゆきさんは。あかん。中華は。あかん。わかりました、父さんうどん取ってください。もうええわって。どうもありがとうございました。どうもライアンです、よろしくお願いします。いやね、この間でちょっと、ね、DVD 借りに行ったんですよ、うん、ね、タイタニック借りたんです、うん、で家帰ってみたら踊る大捜査線入っててんよこれ。で明日文句言いに行きたいから、うん、ちょっと練習させてや。 お前ビデオの店員やってや、はいはい、これ文句言いに行くから、はいはい、頼むわな、はい、ウィン。いらっしゃいませ。あ、すんません。はい、あ、突き当たって左が、うん、アダルトコーナーです。違う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 、何言ってんの。あれ、あれ今日でしたっけ。何が。来週ちゃいました。何が。サイン会ですよね。何の。 AV 男優の方ですよ、ね、なんでやねん。何と間違ってんねんお前。調子の女の人と組まされる人ですよ。おかしいやろか。舐めてんのかお前。違うだなお前。さっきな、ここでタイタニック借りてん、はい、家帰ったら踊る大捜査線入っとってん。お前どらなっとんねんこれお前。ああクレマ。なんでやねんお前。何だろ車やねん。うちね、そんなミスね一回もしたことないんですよ。したことないかもしれんけど、実際間違ってんの見てみよお前。まあ、確かにうちの DVD ですね。やろうかお前。レシートあります。中入っとるかなお前。まあ、確かにうちのレシートですね、うん、これレシート以外に何か証明できるもんあります。どんだけ疑うねんお前。十分やろそれでお前。確かにうちの DVD うちのレシートなんで、これも言い訳できないですね、うん、これも完全に、うん、64でうちが悪いですわ。なんで俺4悪いねん。お互い気ぃつけましょうね。何言うてんねんお前。10-0やろうがお前。
タイタニックに帰ろや、お前。ちょっともうタイタニックが貸し出し中になってしまいまして。すみません。なんか、めっちゃ見たかったのに、お前。すみません。ちょっとね、それ以外にもね、当店結構マニアックな DVD あるんですよ。私、オーナー兼店長の津田実と申します。津田実。はい。これ、DVD ショップ、津田屋の、店長なんですけど。津田屋。津田屋にめっちゃ似てるね、お前。そうですか。そこでめっちゃ似てるやんか。私が自費出版で出してるね、DVD あるんですよ。もしよかったらマニアックはそっちの方どうですか。お前、DVD 出してんの？はい。なんで？出してるんですけど。マジで？そっちの方が合うんちゃうかな思って。どんなんの？こんなんどうですか？津田実が今教える。レイアップシュート初級編。イラ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 。バスケやってたんですよ。なんでお前に教えてもらう中に。バスケやってました。いらんから。イライラ。じゃあ私が初めて出した DVD あるんですけど。なんやねん。津田実ファースト DVD、ミノル。ミノル。これ私が水着で岩場登ってたりとか、ソフトクリーム食べたり、バナナ握りしめてるやつなんですよ。グラビアアイドルやん、それ。着エロっすかね。え、着エロ着エロやってた。まあ走りですけども。何こいつやってまして。気持ち悪いお前、はい、もうロッキーとかでええわもう。あ、ロッキーで。じゃあちょっともう一回レシート出しますんで少々お待ちください。早よしてやほんまに。してるやん。何やお前。何やお前。何やお前。何こいつ今してるやん。何お前。喧嘩売ってるやん。何早よしてやお前。すみません、お客様、ポイントカードなんですけども、ちょっと当店の店やったんで、いっぱい押しときますね。頼むわ、ほんまに。こう満タンになりましたら、何かしらの中型券差し上げますんで、ね。いらんよ。いらんよ。何の中型券？おそらく雑誌になると思う。絶対いらんよ。いらんから。あの注射だけすぐ行ってあげてください、ね。どんな買い方してんのお前。あとお風呂だけすぐ入れてあげてください。もうとびきり臭いんで。ちょっと待てよ。俺それなら許されへんねん。なんこいつお前。お客さんこちらね、ダイレクトメッセージの申し込み用紙なんですけど、こちらにアドレスをちょっと書いていただいて。いらん。もう俺新作情報とかそんなんいらんねん俺な。あ、そんなん送らないです。暇な時に私がカラメールするだけなんで。何してんのお前。何してんのお前。あと後日出会い系からのメールが届くと思うんですけど。売ってるやん。目当て売ってるやん、お前。なんなんこいつ。そっちもやらして持ってます。何してんの、お前。よかがせよ、お前。はよせよ、お前。じゃあ、こちら、ツタミノルファースト DVD、ミノルです。おいわ、どうもありがとうございました。ねえ、ほんまに。じゃあ、続いて。こちら、大阪府のゴンタさんですね。津田さん、西田さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。今日のテーマはパニックですが、僕の数年前に起こったパニックについて書かせていただきます。古本屋に入り、立ち読みをしていたのですが、とてつもない腹痛に襲われました。慌ててトイレに入り、事なきを得たのですが、用を足した後に事件は起こりました。用を足し、安心した僕は鼻を噛みました。鼻を噛んだティッシュを左手に持ち、携帯電話を右手に持ち立ち上がりました。そして右手のものを便器に放り投げました。そして水を流した後、違和感に気づきました。手元にあるべきはずの携帯電話を水に流していたのです。パニックに陥り、流れ行く便器に手を突っ込み、なんとか携帯電話は救出しました。しかし電源は入らず購入して、2週間ほどしか使わなかった携帯は壊れてしまいました。ダイヤのお二人は大切なものを便器に放り投げたことはありますか？と。ないですけど、なんか、わかるわ。なんかこの、止められへん時あるやん。ああ、わかる。もう寸前で気づくねんけど、なんか止められへん。動きとしてな。動きとして。やってまう時あるな。焦るよな、これ。あるある。こんなんめちゃくちゃ焦るんじゃん。焦るわ、そんな。携帯なんて、もう一番大事ちゃう、今、携帯。自分の中で。ああ、まあな、優先順位。中にあるもんで。財布携帯やな。そこが来るな。全て入ってるやん携帯に。まあ確かにな、財布より家かもしれない。財布より家やで携帯。もしかしたらな、財布も面倒いよ、カード入ってたりとかさ、免許証あったりとか、もう最悪お金はな、まあ、な、あれやけど。同じぐらい面倒くさいじゃん。まあな、めちゃめちゃ面倒くさい。携帯あと何のカード入ったかなみたいなあるやん。ああまあな。でも携帯はさ、例えばさ、なんか自分しか分からんなんかメモってたりとかもするやん。あ、まあそれあるな。暗証番号的な。暗証番号もあるやるし、プライベートのこと、仕事のことなんかをそこに書き留めてたりとかさ、連絡先とかもあるし、携帯なんて一番嫌やな。まあなくしたりとか、そういうのはすんの。ほんま。なあ、その水の中にな、落としたら、最悪やな。大変やしな、これは気ぃつけなあかんわ。でも、ほんまに無意識でやってることあるもんね。あるある。全然ある、余裕で。なんか、大もそうやもん、なんか、どっちか忘れるときない、あれ今吹いたっけ吹いてへんかみたいなさ、あるあるやん。それは吹いたか吹いてへんかはないな。あ、マジで、うん、俺たまねん、あれ吹いた、あれ吹いてない、吹くんやけどな、その時、うんうん、どっちにしろ吹けへん、うんうん、あ、めっちゃ吹いてへんか。一回目かいとこの時は。なんかその、あ、俺が用あんのはシャンプー俺2回すんねんけど、
今何回目やったっけ。それはしょっちゅうやねん、ほんまに。だから俺例えば1回洗って、うん、2回洗ってる、うん、1回洗って流す、うん、でもう1回洗う。でも2回目のさ、うん、洗う感覚違うくない？1回目のさ、うん、シャンプーってあんまり泡立たへんねん、うん、2回目のやつすっごい泡立つやんか、うん、で今それで俺分かるけどな、これ1回目や。俺同じぐらい泡立つね、すっごい、ほんまに。じゃあもう1回でシャンプーのあれなんか知らんけど。じゃあ1回でいいと思う。でも俺2回したいねん。で2回してんのに、うん、あれこれ俺1回目やったっけ、うん、がもうしょっちゅうやねん、まあ、だから多分3回してることとかめっちゃあると思う。ああ、うん、携帯の置き忘れとかあるやん。どこに携帯置いたかない。あ俺あんまないね。それめっちゃあんねん。それは外でってこと？家で？家の中。ああ。もう携帯をどこに置いたかも、もうそれほんましょっちゅう。はい。もう最悪もう鳴らすもんね。もう鳴らしたらでもすぐ分かるやんな。それでも分からんときブーってなってるし。バイブなってると、マナーモードに。どこに今で子供が今声かけんなとか。あ、それあれなんちゃう？例えば子供が触ってどっか置いて持ってるとか。自分。あ、朝ってどこ置いて忘れない？朝起きてどこ置いてなんかやってもう忘れない。あれどこやったっけ？でも携帯置く場所って大体決まってない？自分の中決まってないね。あ、そうなんや。そんないろんなとこ持ち歩く？ずっと携帯は花見は話さず。あ、持ってない。持ってる持ってる持ってる。あ、もうじゃあ家のどこにあってもなんかポケット入れて。そうそう、ポケット。あ、そうなんや。いろいろ触ってるからさ、ずっとなんかニュース見たりとかするやん。なんかしらずっと持って、別に何もないんやけど、なんか持っとかな、うん、気持ち悪いからさ。なんかトイレ行ったらトイレ持って行って、ほんでちょっとトイレの手洗いのところに置いといて、うん、それ忘れて。そのまま忘れてる。こうやって、めっちゃパニックになって、もう行ってる直前、あっ、まあ、みたいな。でもさ、ずっと持ってるんやったらさ、トイレに置いて手洗って出た後にさ、うん、あれ携帯ないわってすぐ分かるんちゃう、うん、あんな。いや、その後にいろいろ、それ携帯のこと忘れていろいろ行動して、うん、で携帯どこやーって。でも大概もう忘れた時にそこに行くようにしてるけどな、もう。トイレに。そうそうそう。ほんと大概あんねん。そうなんや。それ忘れた時、もう絶対あんねん、もう。ここ。すげえな、でも家で、外やったら分かんねん。外やったら、うん、でも家でトイレに携帯持って入るってすごいな。持って入るわ、なんかしらんけど俺。へえ。そんな変なこと。いや俺はもう、まあ、一人暮らしやるか知らんけど、もう大体置いてるとこ一緒やな。まあ、テーブルとか。俺なんかバラバラやな。鍵とかさ。家出てからももう忘れてんの弱んね。鍵な。この間なんか家からタクシー乗って。現場まで行った時にもう嫁から電話かかってきて、あんた財布持ってってへんでーって。あー、もうどう、もうそういう時はもう半分出て、もう出るし、もう半分諦めるよな。もうなんとかなるしかない。まあまあまあ、そらそうやな。そうやな、ね、そういうの多い多いね。もう一番腹立つのが、駅まで行って いざな、このピッてやろうかな思って財布忘れてるみたいな、うん、めっちゃ焦るもん。友達言えねんこれや思って。電車乗らなあかんし、そう、一本遅れる、一本か二本遅れるやんか、うん、それってめっちゃ焦んねん。はっはなってると。それでもすっごい早く着いてるけど。そうやろ、それでも俺より早く来てるもん。そんな苦難乗り越えても俺早く着いてるって。俺すごいな、普段からその時間でええって毎回思う。まあな、自分でも今日からなってきて。なんで俺こんなに早く来んねん。まあでもあれやろな、そういう、まあ、習慣やしな、そういうのって。携帯な、うん、俺もだから結構 NGK とかで、うんこするときとか、携帯持って行ってしまうときあんね。俺今時計、携帯しかないから、で時間、出番前とかやったら、一応時間気になるやん。俺そんな早ないから、うん、そういうとき。カッコつけてる感じ。え？カッコつけてる感じで言って。俺早ないから。俺早ないからさ、とか。で、時間とか時に置くねんけど、ね、それも俺。タイマーしてんの。何時かって見ねんけど、ほんますごい嫌やもん、それ。あ、汚いってこと？汚いやん。あな、トイレのさ、まあね、うん、あのトイレットペーパーの上がちょっとした台みたいになってるやん、うん、あ、これみんな置くな、あれちょっと置くな、置くな、けど置きながら汚ねと思いながら置いてんの、うん、あ、まあ、あの言うたら自分ちのトイレでやった絵で、あ、あ、いろんな人がいるから、ね、いろんな髪型芸人がうんこしてる。あのトイレ一番汚い。まあまあな、確かにな。それは嫌やな、潔癖な人はな、無理やな。そうやろ、俺その潔癖がないからな、全くないからな、平気やもん。俺はなんかちょっと気になる、置いてしまうんだけどな、
だからもしかしてそんな潔癖じゃないんかもしれない。結局置いても、まあ、潔癖じゃないな。結局置いてもそこに俺、汚ねと思いながら、うん、まあまあね、流すのはちょっときついね。なんかそれまあパニックやでこれは、うん、水没ってことだ、ね、そうそう気をつけてください。お願いします。ね、いきなりなんですけどね、うん、この間僕ものすごい腹立つことあったんですよ。おコンビニ行ったんや、うん、でおにぎり行こうてんで家帰ってみたらそのおにぎり賞味期限切り取ってめっちゃ腹立ったで、ほんま腹立つな、腹立つよほんまに、腹立つけどそういう時もうどうしてか分からへんやろ。どうしてめちゃめちゃ文句言いたかったよそんなもんお前。おにぎり1個で文句なんか言われへんで、恥ずかしい、言わなあかんねんってお前。恥ずかしい、指やってみようよお前。お前コンビニの店員やってよ、店員、うん、俺文句言いに行くから、はいはい、こうやったらいいので教えたらな。ウィン、すいません、はい、さっきこの店のおにぎり買うたんですけども、家帰ってみたらこれ賞味期限切れてるんですか。食べれる食べれる、どんな店員やねんどんな店員やねんお前。アフリカの子供見てみよ、言うかそんなことお前あ、お帰るよ。何やお前はどういう設定やねん。たまにすごい自分持ってるやつ、そんなんおらへんねんちゃんとやれよお前、頼んだお前。ウィン、すいません、さっきこの店でおにぎり買うたんですよ、家帰ってみたら賞味期限切れてるんですけど、これどないなってんすか。ほんまですか、すいません、大変申し訳ございません。すぐにあの新しいの握ってきます。なんでお前が握んねん。握るってないね、ごま味噌マヨ、ごま味噌マヨ、えら複雑なんですよほぼ調味料やん、どういうこと。食うわけないやん、うちのちゃいますよ。ちゃうよ、ごま味噌マヨなんか置いてないです。なんでお前が握んの。握るってないねん、握るってお前。だうちの店は店員が家で握ってきたやつを並べて、う買うわけないやん、ラップぐるぐるやで。もうええわお前全然さっきからできてへんが、俺が店員やろうほんならな、お前の今の品出し終わりました。え、しんどいっすね、うん、佐々さん、今日何時。え、10時あ、長いっすね、うん、僕6時です。あ、そう、はい、さっさとどっから来てあるんですか。え、天王寺。あ、近いですね、近、うん、僕はあの岐阜なんです。岐阜岐阜岐阜から、はい、大阪のコンビニに、はい、なんでちょっと大阪のコンビニにちょっとなんか憧れみたいな。岐阜にもあるやろ。やりますけど、岐阜のコンビニと大阪のコンビニ全然違います。そうなん。まあ言うても一応あの岐阜のコンビニでもまあ、うん、ちょっとやらしてもらって。あ、そう、すいません、なんかちょっと自慢みたいな、ね、自慢になってんの何の自慢にもなってんの。え、どこで、はい、どこ、 AP、 え、 AP、 え、 AP、 エビ、エビじゃない、エビじゃない、好きです。聞いてへん聞いてへん。あるんですか。ないないない、聞くわけない、いきなり。え、ファミマ、ファミマ、ファミマ、アメマ、違う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 、カンペイさんですか。違う違う違う、好きです。聞かへんから。来てはるんですか。アメマとは聞かへんし。来てはるんですか。どこどこでやってたん。あ、お店な、お、な、名前ですか。そう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 、あの、触れ合いっていう。触れ合い聞いたことない。いや、地元に一軒しかないとこで。あ、そう、家族ぐるみでお惣菜メインなんですけど。それコンビニ。コンビニですよ、ま、ペンチとかも売ってますし。コンビニ、それコンビニです。ほんま、あのちゃんとパンクとかも直してくれるコンビニちゃうよそれ。ほんまに大丈夫。あ、そう、ただこの丸いやつあるじゃないですか。うん、これなんすか。それ肉まん、肉まん、肉まん、うん、肉まんでなん。知らんの、岐阜にもあるやろそれ。いや、ふれあいにこんなん置いてない。見てんだけやろそれ。何してんねんお前。おい、どんなんやお前。何してんねんお前。食べんなよお前。何してんねんお前。おい、何戻してんねんお前。何してんねんお前。おい、何やお前。何やお前。何笑てんねん。何笑てんねんお前。何笑てんねんお前。おい、怖っ。下の白いやつも一緒ですか。それアンマン。アンマン、うん、アンマンってなんすか。あんねん、アンマンって。さ、食べんな言うてんねんお前。うまっ、それ一番うまいっすやん。それ一番人気ないでお前。戻すなってお前。何終わったんじゃお前は。え、お前なんでこんなやつやっとってん。怖いねそのスーってなれねん。ゲーゲラゲラゲラ笑ってスーってなんで怖いねなんだお前は。感情なんやねんお前の。おしゃれこっち住もうかな。客やれやんお前。岐阜から遠いんすよ。なんでお前も店員やってんの。ライチョウ乗ってきてるから。ライチョウで来なほお前。定期代月12万かかってる。高すぎるやろお前。ライチョウの定期すごい大きいんです。そういうことかやろお前。 iPad ぐらいある。そんなわけやろお前。なんなの俺が店員やるってお前客やれやお前。言えや、じゃあ分からへん。言わんで分からんそんなもん。俺客な。お前店員、おにぎりのくだりを見せたいから長々といらんかったよ。おにぎりの賞味期限それが長いから。そうやって、うん、な、頼むからな、うん、な、俺めちゃめちゃ勘が鋭い店員やるわ。普通のやってよ。ウィン、おにぎりちゃいます。めちゃ勘鋭いね。おにぎりでしょ。めちゃ勘鋭い。ちょっと待っとってください。
これあの新しいごま味噌マヨです。もうええわって。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いしますね。まあまああのね、はいはい、今年あのちょっとまあ結婚したんですけども。あ、そうやね、おめでとうね。あのありがとうございます。あ、いやいや、そんな催促したみたいです。すいません。ありがとうございます。嬉しいです。めでたよね、ほんまに。ねまあまあちょっとね、ただちょっと心残りがありまして、ね、何ですか。あの向こうのご両親にも挨拶行ったんですけど、はいはいはい、ちょっとなんか、うん、うまくできなかったというか、ちょっと緊張してしまってね、うん、あの2時間無言やったんです。マジでガチャガチャやん。困ってやったやろそれ。すごい変な向こうやったやん、うん、すげえなお前。すごい変な空気になってしまった。それなるやろほんま。そうだから今日ちょっとね、うん、リベンジしたいなと思って。リベンジ、うん、どういうことどういうこと。だからちょっとお父さんやってほしいなと思って。俺が、うん、うん、でもう一回あの、うん、くださいっていうの言いに行きたいなと思って。ああ娘さんくださいみたいな。そうそうそう。リベンジって何。2時間無言やって。いやすげえなお前それ。で40分メンチ切ってたから。めっちゃすごいやん。よく結婚できたなお前。そうやね。だからちょっともう一回ちゃんとやらしてほしい、ね、リベンジな、うん、分からんけどやってみよう。相手お父さんやってほしい。オッケーオッケー。でちょっと娘さんもらいに行くから。でも俺断るで。でもそれも全力で断って。オッケーオッケー。でもさらにその上行くぐらいの感じで奪いに行くから。了解了解、うん、やってみよう。それめちゃくちゃ反対してよ。オッケー分かった、うん、やってみな、はい、俺ちゃんと奪いに行く。分かったって。お父さん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 、はじめまして、みゆきさんとお付き合いさせてもらってます西田です。お父さんお父さん帰ってくれ。君なお父さんなんて言われる筋合いないんや。じゃあお母さん。お父さんや。すいません。お父さんこれあのつまらないもんですけども。いやそんな持って帰ろお前。いやほんまにつまらないもんなんで。以来何持ってきてんお前。これキッチンの排水口のカバーで置いとくだけで物がつまらないんです。そっちのつまらんもんかよお前。やかましは謝れ。なや君なや。すいませんちょっとあのラグビーやってまして。関係ないよ。なんでラグビーやってたそんなの。関係わかんない。なやこいつ。お父さん、え、みゆきさんは僕にください。お願いします。あかんよ娘はな今日まで大事に育ててきたんや。君なんかいつもね帰ってくれ。お父さん、うん、それ誰が言うてはったんですか。俺や俺や。誰の意見なんですか。俺や言うてんのお前。なんでなんですか。え、実はみゆきさんの中の中には新しい命が宿ってるんです。ちょっと待ってお前おい。もうそんな聞いてへんぞお前おい。なんでそんなことになってん君おい。なあ、なんでそんなことになったんや。あの2ヶ月ぐらい前にあの僕誕生日やって、でまあ一緒にご飯行ったんですよ。でまあいつもはその後送って帰るんですけど、まあまあ今日ぐらいうち泊まっていきやみたいな。内容聞きたないもん。なんで内容聞かさらなあかんねんお前おい。みゆきさんの方が添い寝しようって言ってきました。やめろよお前。みゆきさんの体もえら熱なってます。やめろ言うてんねんお前。僕もめちゃくちゃ興奮してました。それを俺に言うてどうすんねんお前。僕もめちゃくちゃ興奮してました。お父さん。こいつ何やねん。帰れよお前ほんまに。なあお父さん。え、あそこの時計見てください。え、何や。僕あれの色違い持ってます。いやどうでもいいよ。どうでもいいよ。だからお願いします。え、色違い持ってます。だからお願いします。みゆきさん僕にください。なんで時計の色違い持ってたら娘あげなあかんの。何言うてる君。なあ君な、あそこの写真見てくれるか。あれな娘が生まれた時の写真や。娘が生まれてからな僕の中で大事な宝物になったんや。それを君なんかのやつもない。帰ってくれ頼む。お父さん、うん、あそこの時計見てください。色違い持ってんやろお前。いやよう見たら形もちゃいました。なるけどな。よう見たら形ちゃいのあるけどなお前。なお父さんあれ何のトロフィーですか。どうでもやろそんなことお前。やけどの後見ます。なんで見なあかんねん。なんで俺が君のなやけどの後今見なあかんねん。見てください。やけどの後を見てください。さすってください。やけどの後をさすってください。優しく時に厳しく。やけどの後見せるんでみゆきさん僕にください。何を言うてる君は。さっきから目つけとらなか。わけのほか君のやつさっき。すいませんちょっとラグビーやってます。簡単だって。まるメンチをやめなさい。ほんまに頼む。娘ここまで大事に大事に大事に育ててきたんや。君なんかにやりそうもない。今日のとこは帰ってくれ頼む。お願いします。お父さん頭上げてください。僕がお父さんにこんなこと言うのはお門違いかも分かりません。僕がお父さんにこんなこと言うたらこいつ何言うとんねん、こいつ本当に何言うとんねんと思われるかも分かんないですけど、今すごく中華が食べたい気分です。ほんまに何言うてんねんお前。
ほんまに何言ってんの。最近ずっと和食やって、今日朝から中華の口になってました。だからお願いします、お父さん、中華取ってください。変わってるやん。何を言ったね君。早く早く中華を、お腹も限界です。早くメニューを、早くメニューをメニューを早くください。君は頭がおかしい子やな。お腹も限界です。うすうす気づいとって、君は頭がおかしい子や。帰りなさい。早く早く中華を。から和食和食と来てます。今僕は和食和食と来てます。次中華挟ましてください。和食和食中華。君は和食和食中華。から和食中華挟ましてください。何を言うてる君。早くメニューを。お母さんメニューを。絶対出てきたら買うぞ。お母さん顔見してください。メニューを。怖い怖い。帰りなさい。和食和食中。それなんや。わーわー中。帰ってくれ。もうダメなんですか。ああ。みゆきさんは。あかん。中華は。あかん。わかりました、お父さん。うどん取ってください。いやもうええわって。どうもありがとうございました。大ダイアンです、よろしくお願いします。いきなりなんですけどね、この間僕ものすごい腹立つことあったんですよ。これコンビニ行ったんや、でおにぎり買うてん、で家帰ってみたらそのおにぎり賞味期限切り取って、めっちゃ腹立つな。腹立つよほんまに。腹立つけど、そういう時もうどうしてか分かれへんやろ。どうしてめちゃめちゃ文句言いたかったよそんなもんお前。おにぎり1個で文句なんか言われへんで。恥ずかしい。言わなあかんねんってお前。恥ずかしい。なんか指やってみようよお前。お前コンビニの店員やってよ。店員、俺文句言いに行くから、こうやったらいいので教えたらな。ウィン、いらっしゃいませ。すいません、はい、先この店のおにぎり買うたんですけども、家帰ってみたらこれ賞味期限切れてるんですけど、これどれになってんすか。食べれる食べれる。どんな店員やねんどんな店員やねんお前。アフリカの子供見てみよ。言うかそんなこと。お前答えるよ。何やお前は。どういう設定やねん。たまにすごい自分持ってるやつ。そんなんおらへんよ。ちゃんとやれお前。頼んだお前。すいません、先この店でおにぎり買うたんですけども、はい、家帰ってみたら賞味期限切れてるんですけど、これどうなってんすか。ほんまですか。すいません、大変申し訳ございません。すぐに新しい行ってきます。なんでお前が握んの。握るってねえね。ごま味噌マヨ。ごま味噌マヨ。えら複雑なやつ。ほぼ調味料やん。食うわけないやん。うちのちゃいますよ。ちゃうよ。ごま味噌マヨなんか置いてないです。なんでお前が握んの。握るってないねん。握るってお前。だうちの店は店員が家で握ってきたやつを並べて買うわけないやん。ラップぐるぐるやで。もうええわお前。全然さっきからできてへんが。俺が店員やなお前。今の品出し終わりました。え、しんどいっすね。さ、さん今日何時までですか。え、10時。あ、長いっすね。僕6時です。あ、そう、はい。さあさあ、でどっから来てやるんですか。え、手の字。あ、近いですね。近、僕は来たんです。岐阜。岐阜。岐阜から。はい、大阪のコンビニに。はい、なんでちょっと大阪のコンビニにちょっとなんか憧れみたいなって。岐阜にもあるやろ。やりますけど、岐阜のコンビニと大阪のコンビニ全然違います。そうなん。まあ言うても一応岐阜のコンビニ、ちょっとやらしてもらって。あ、そう。すいません、なんかちょっと自慢みたいな。自慢になってんの。何の自慢にもなってんの。え、どこで。はい、どこ。 AP。 え、 AP。 え、 AP。 エビ。エビじゃない、エビじゃない。好きです。聞いてへん聞いてへん。あるんですか。ないないない。聞くわけない、いきなり。え、ファミマ。ファミマ。ファミマ。アメマ。違う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 。カンペイさんですか。違う違う違う。好きです。聞かへんから。来てはるんですか。アメマとは聞かへんし。いや、どこどこでやってたん。あ、お店の名前ですか。そう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 。あの、触れ合い。触れ合い。聞いたことない。いや、地元に一軒しかないとこで。あ、そう。家族ぐるみでお惣菜メインなんですよ。コンビニ。コンビニですよ。ほんま。あ、ペンチとかも売ってますし。コンビニそれ。コンビニです。ほんま。あの、ちゃんとパンクとかも直してくれるし。コンビニちゃうよそれ。コンビニです。ほんまに大丈夫。はい、あ、そう。ただこの丸いやつあるじゃないですか。うん、この白いやつ、これなんすか。それ肉まんや、肉まん。肉まん、うん、肉まんでなんすか。知らんの。岐阜にもあるやろそれ。いや、ふれあいにこんなん置いてる。置いてんだけやろそれ。マジなお前。おい、どんなよお前。マジなお前。食べんなよお前。マジなお前。おい、何戻してんのお前。マジなお前。おい、何お前。何お前。何笑てんねん。何笑てんねんお前。何笑てんねんお前。おい、怖っ。何
何？下の白いやつも一緒ですか？それアンマン。アンマン、うん、アンマンってなんすか？あんねん、アンマンって。さ、食べんな言うてんねん、お前。うまっ。それうまいっすやん。それ一番人気ないで、お前。何戻すなって。何終わったんや、お前は。やべえ、なんでこんなやつやっとってん。怖いねん。その数点なんの怖いねん。ゲーゲラゲラゲラ笑って数点なんの怖いねん。なんだお前は。感情なんやねん、お前の。教えてくれ。こっち住もうかな、お前。客やれやん、お前。岐阜から遠いんすよ。なんでお前も店員やってんの。ライチョウ乗ってきてるから。ライチョウで来な、お前。定期代月12万かかってる。高すぎるやろ、お前。ライチョウの定期すごい大きいんです。そういうことかやろ、お前。 iPad ぐらいある。そんなわけやろ、お前。なんなの。俺が店員やるって、お前客やれや、お前。言えや、じゃあ。分からへん。言わんで分からんの、そんなもん。んな、俺客な。お前店員、おにぎりのくだりを見せたいから。こんな長々といらんかったよ、おにぎりの賞味期限。それが長いから。そうやって、うん、頼むからな。な、俺めちゃめちゃ勘が鋭い店員やるわ。普通のやってよ、頼むから。お前、ウィン。おにぎりちゃいます。めちゃ勘鋭いね。おにぎりでしょ。めちゃ勘鋭い。ちょっと待っとってください。これ新しいごま味噌マヨです。もうええわって。どうもありがとうございます。ねえ、まあ、最近あのニュースとか見てたらね、うん、まだまだこの、 あの暴走族がね、まだまだいてるらしいですね、うん。まあ、確かにね、ほんまに、うん。でやっぱああいうのって一回入るとね、なかなか抜けられへんらしい。まあね、総長とかおるから ね、うん、そうやね。でもあんなもんね、パッて言ってやめた方がいいと思うんですよ。まあまあ、それができれば一番いいんでしょうけども、うん、それがやっぱなかなか難しいらしいね。あ、そう、うん、ほんなら今日ちょっと総長やってくれや。ほうほう。で俺やめさせてください、流入から。はいはい、まあ、やってみよう。はい、まだギャーってな、お前ギャーれるわ、お前。総長、ちょっと話あるんですけども、うん、この暴走族抜け出してください、お願いします。何やと。なんでや。俺も暴走とか嫌なんです。真面目に働きたいんです。そういうことか。だいぶ前からな、お前の様子おかしい戻ったんや。お前前の登山も来てなかったしな、先週のキャンプも来てなかったな。でもな、お前明日の栗拾いどうすんねん。行事事多いな。めっちゃ行事事やってるやん、お前。お前しかあのカゴ持ってるやつ。そんなことないやろ。絶対来てくれよ。見た、手が血だらけになるやないか。見たことある、暴走族が栗拾いとこ。だそう、アウトドアの族もおるやろ。おらへん、普通のやれよ、普通の。ほんまに、まだギャーってな、お前ギャーれるわ、お前。そうそう、ちょっと話あるんですけども、ね、この暴走族抜け出してください、お願いします。何やと。なんでや。俺も暴走とか嫌なんです。真面目に働きたいんです。お前疑心暗鬼なってんちゃうか。俺らは悪の群雄割拠の中で勝ち残っていく、そう決めたはずや。確かに俺らは世の中に一歩出たら四面楚歌な部分は多い。でもな、今のお前は抜本的に不透明。賢いな。めっちゃ賢いな。大本とか抜本的とか言うわけないやん。じゃあそれ4台出てる総長もおるやろ。おらへんよ、そんなセンター分けのやつが。ほら見て、全然できてへん、総長。お前を生で見たことないねん。大体分かるやんか、お前。簡単やねん。俺が総長やったろ、ほんまに。なら総長のおかんやるわ。なんで暴走族同士やから、いまいちなんかうまいことできへんねんな。俺おかんやでできるし、うん、見てるから、おかんやってみるわ。設定俺おかんでいくわ。最初の設定はだからなしの、こんなとこでなしね。や、何やねおかん、何の用じゃ。おい、何のじゃあんた学校も行かんと。下のもんもんね、恥ずかしいやろ。こっちが恥ずかしいわ。なにこれ、あんたのバイクか。そうじゃ、後ろ来ないなってるやん、これ。おっとけや、お前。なんで後ろ来ないなってんの。かっこええんじゃん。どうかっこええの、これの。なるほど、お前は。おい触んな、何してんねん。おい、あんたこれちょっとクラッチ甘いんちゃうか。どこ行けや、お前。エンジンオイル漏れてるやないの。どっか行けや、お前。おい、キャブレターのセッティングできてんの。詳しいな、おい。なあ、めっちゃ詳しいわ。命よ、ここ。おかんがキャブレターのセッティングとか言うわけないやん。おかんもできてへんやないか、お前よ。俺警官やるわ。なんで。なんだから。暴走族と警官ってやっぱ対立するやんか。わかるけど、すごいやりやすいと思う。わかるけども、だから俺警官やる。設定は警官やってるよ、最初の設定は。なしで君こんなとこで、ね、暴走族か。ね、警官が何の用じゃ、お前。何の用じゃやろ、これ。俺君のバイクか。そうじゃ、おい、後ろ来ないなってるやん。ほっとけや、お前。なんで後ろ来ないなってる。かっこええんじゃ、お前。どうかっこええの。元気ええな。まあ、そうカリカリせんとな。このでこっちで。いらんやこれ。お前コーヒーや。コーヒー。君な、やんちゃすんのもええけどな、ほどほどにしとかなあかんぞ。なあ、こう見てみ、綺麗な貝殻やろ。貝殻なあ、君もな、この貝殻のようにいつか綺麗な人間にならなあかんねや。なあ、あそこ見てみ、ピラミッド見えるやろ。ピラミッド、その横にスフィンクスおるやろ。あの大仏さん、大きい大仏さん立ってる横な、なんか雪詰まってるとこあるやん。なんかテント張ってるとこな、うん、あのな、スフィンクスは遥か昔からピラミッドのこと守ってる守り神や。なあ、君もな、早く家族作って、その家族の守り神にならなあかんねや。なあ、分かったら、このサムゲタン食べなさい。ここどこやねん、お前。好きやねん、サムゲタンって。
ピラミッドあって、大仏もあって。どこやねん、ここは、お前。わしはどこでもやる。いいことないか、集中できへんか。警官もできとらへんねんか、お前よ。な、お前警官やれや。なんでなんだ、お前が警官好きやってみよう。え、お前警官やれ。ちょっと設定は最初に。お前が警官やったやないか。警官やって。パトロールですか。何やってんの、それ。パトロールですか。大変です。それは何をやってんの、お前は。これ、竹友名人やから。何なん、それ。竹友名人、一回役をガラリと変えてみよう。変えすぎてんそれはね。パトロールですか。ね。竹友ですか、懐かしいですね。いや、でもね、最近こんな、誰もやってないですよ。そうなんですか。最近の子供はね、みんな家でばっか遊んでね、ほんまに悲しい世の中ですね。だ、下手くそ全然飛んでへんやないか、お前よ。失敗する時もあるやろ。飛んだでええやん、それもできてへんやん。なんだお前、暴走族関係なくなっとるから、ほんまに。まあ、次はスピンクスやろ。いや、もうええよ、ほんまに。どうもダイアンです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ダイアンと申します。よろしくお願いします。浅草さんの方に来させていただきましてね、素晴らしいところですね。我々の大阪出身なんですけども、大阪なんかちょっとね、街がゴミゴミしてますし、なんかちょっとマナーの悪い人が多いんですよね。確かにね、本当未だにね、あの路上喫煙禁止のところで平気でタバコ吸ってたりとかね、いますよね、そういう人ね。すごく嫌でね、そうして見かけると、あの僕は絶対に注意するようにしてまして。マジで、お前すごいな。あの吸うたらあかんとこで吸うてる人なんて怖い人多いやん。ヤンキーとかもそれ注意できんの、お前。怖いよ、怖いけど、あかんことあかんから大人としてあれ注意するようにしてます、ね、すごいやんか。ほんとケペンやってみようやん、うん、俺タバコ吸うてるからちょっと注意してみてよ。いいよいいよ、いつもみたいな感じで、いつもの感じでやってみんな。何してんの、お前。またなっちゃう、またなっちゃうがな、お前。公やねん、こんなもん。理想はね、ほんまこれをやってやりたい、俺は。悪いやつやから。いつもやってるやつやれよ、お前。実際やってるやつ頼むで、ほんまに。すいません、路上喫煙禁止とこなんで、ちょっと消してもらっていいですか。ねえ、お前どっか行けよ、お前。いや、条例でちゃんと決まってるんすよ。知らんがな、女も。子供とかも通るから危ないっしょ。他にも吸うてるやついっぱいおるやろ、お前。保管所関係ない、今あなたの話してるんすよ。なんで俺だけ注意されなあかんの、お前。他のやつ関係ないね、今お前の話をしてるんや。タバコ吸うてんな、お前。おいタバコ吸うてるやないか、お前もよ。吸うてた、吸うてたよ。飯食ったばっかりやから。我慢せえよ、お前。俺もあかんの。なんで俺だけあかんの、お前。俺もタバコ吸うと赤地域ってことね。何様やねん、お前。大丈夫か。すいません、路上喫煙禁止とこなんで、ちょっと消してもらっていいですか。何や、お前どっか行けよ。いや、条例でちゃんと決まってるんすよ。知らんがな、女も。子供とかも通るから、こんなとこでタバコ飲んでたら危ないでしょ。他にも吸ってるやついっぱいおるやろ、お前。保管所関係ない、今あなたのタバコ飲んでる話してるんすよ。なんで俺だけ注意されなあかんの、お前。他のやつ関係ないね、今お前のタバコ飲んでる話をしてるんや。タバコ飲む言うなよ、お前。おばあちゃんか、お前。おばあちゃんくらいでタバコ飲む言うの。その後のこの五目どないすんの。五目言ってるよ、ゴミのこと。おばあちゃんな、お前。おばあちゃんやで。おばあちゃんな。おばあちゃんをずっとやってたけど。え、おばあちゃんをずっとやってた。うん、な、夏ぐらいから。え、夏から。うん、違うの。え、去年の。一昨年の。一昨年の。違うの。え、なんで。え、なんでよ。え、な。え、な。え、なんで。え、なんで。くさ。口臭。臭いな。違う違う違う、ありがとうございます。中華お前でやらんと。俺自身でもう一回やらしてくれ。頼むで、ほんまに。すいません、路上喫煙禁止のとこなんで、ちょっと消してもらっていいですか。やめ、どっか行けよ、お前。いや、条例でちゃんと決まってるんすよ。違うんやろ、女も。子供とかも通るから危ないっしょ。他にも吸うてるやついっぱいおるやろ、お前。保管所関係ない、今あなたの話してるんすよ。なんで俺だけ注意されなあかんの。消せ言うてんねん。人間にはな、やってることとあかんことがあるんや。おしっこしてんな、お前。おおしっこしてるやんか、お前な。ちょんちょんちょんちゃうの、お前。何してんの、お前。それお前吹いた。珍しい、吹いた。見てる、うんこの感覚。あ、持って帰ってる。すっごい膀胱パンパンやったから。
おしっこも分かるの当たり前ないかお前。俺ほんまうんこしたかったんやけど、うんこやったらよかったのごめん。うんちしなきゃタバコ注射もたんかお前な。ほなおばあちゃんうんこしたらあかんってこと。おばあちゃん、おばあちゃん怖、おしっこせえやろお前。変われお前タバコ吸うとき俺注意するから。あ、交代交代交代、うん、いや吸い終わんなよお前。吸い終わったらクラクラしてきたから我慢せよ。畑行かなあかんし。おばあちゃん声だめなんか混ぜなあかんし。混ぜんていいから、うん、ヤンキーヤンキー、うん、ちょっと君あのここタバコ吸うとあかんとかね消してくれるか、うん、誰誰とかそういう問題ちゃんで消しなさいそのタバコ。消せそのタバコ前は。向こう行け、警察呼ぶぞ。警察呼んで注意されんそっちやぞ。なんで俺が注意されんねん。注意されんのお前や。なんで俺が注意されんねんお前。なんでってここ俺の家やねんけど。さっき言えよお前。家やったんここリビングで。リビングな換気扇の真下やしね。で新鮮来てるし。新鮮来てんの、うん、法事やから。マジで俺そんな中入ってきてタバコ吸うの言うてんのお前。めちゃくちゃ引いてんねんけど。いや違う、ここ外や。ほんでもヤンキーや。ヤンキーちょっと君あのここタバコ吸うとあかんとかで消してくれるか、うん、ねえおじい向こう行け、ゲートボールしてこい。消しなさいそのタバコ。やかましいねおじい、向こう行け、ゲートボールしてこい。は消せよお前そのタバコ。お前はやかましいなおじい、向こう行け、ゲートボールしてこい。消しなさい。やかましいのも偉そうに。なや、なや注意して。なや、なや満足か。なんじゃい。満足か。なや、お前がやってることはなただの自己満足 や。確かにこの現代社会で喫煙者は四面楚歌や、うん、でもなお前はそういう喫煙者を利用して自分の存在意義を示したいだけなんや、うん、お前は自己顕示欲の塊や、うん、お前がやってることは何の意味もない机上の空論や。賢いなお前。めちゃくちゃ賢いヤンキーやんな。博士のヤンキーやん。博士のヤンキー。博士ヤンキー。博士ヤンキー。うん、それいけ博士ヤンキー。漫画みたいな。漫画俺描いてるやつ。作画こんなもん。それいけ博士ヤンキー烈風隊って。烈風隊。暴走族やねんけど。もういいから。うん、普通の兵器やってくれ。ちょっと君あのここタバコ吸うとあかんとかで消してくれるか。ねえおじい向こう行け、ゲートボールしてこい。せっかいだけどあれ僕おじいちゃうからね。うん。おばあか。こんなおばあちゃんめたくなるか。スーツ着て髪の毛の短い。ああ変なおばあか。何を言っとんじゃ。変なおばあやな。何を言ってんね。変なおばあ帰れ、家帰れ。ああ家帰ってお前相撲見、ね、早い時間から相撲見てるやろお前。2時ぐらいからの、まだ太る前の細い力士の、オールバックで細い力士の細相撲見てんな。細相撲ってないや。だいたいみんな後半の太いやつ見てんな。前半の最初から見てるやつおらへんぞ。でも一生懸命お前それ見てんな。そういう帰ってそういう見ボケ死ね。むちゃくちゃ言ってる。体気つけてな。はあ。ってやつのタバコ。なんやお前。なんやお前関係ないやろ。なんやこっちやな、ヘビスモーカーなんじゃ。カッコつけたんか。めちゃくちゃダサいぞお前。おいなんでヘビスモーカーでやらそうに1日どれくらい吸うにゃ。5やどんだけ吸うだよお前。5箱か。5本じゃ少ないなお前。どうやって5箱吸えんねん。じゃこいつ。おかげで俺の肺は薄いピンク色。いや健康やなきゃ。でもええよ。どうもありがとうございました。僕ちょっと昔のこととかよく思い出すんですよ。初めてこの世界に入ってねごちそうになったことのこととかね思い出すんですよこれね。お前ねえ、うん、一応伝わったでしょ。伝わりましたね。まあ確かにね、うん、俺もはっきり覚えてるよ。あそう。俺確かにね缶コーヒーやったんやけどね、うん、すごい嬉しくてね、うん、仲間入りさしてもうたような気持ちになってね、うん、すごい嬉しかった。嬉しかったよな、うん、お前缶コーヒーやってん、うん、俺寿司やってん。まあいきなり寿司でびっくりしたけどね。ほんまに寿司怒んなよお前。お前コーヒーで俺寿司やとそれ腹立つの分かるけどな。これしゃあねんか。でもな寿司のことなんかほとんど覚えてない。記憶にないねこれな。なんやねん。いやだからお前缶コーヒーやったんやろ。俺寿司やった言うてんねん。いやだからいやだからしゃあないやんか。お前缶コーヒーやったんやろ。寿司やった言うてるだけやないかお前。いや違う違う。そうお前がさっきから言うてる、うん、寿司って何。ええちょっと待って、もう寿司知らんの。えコーヒーと寿司の差で怒ったんじゃなくて寿司知らんから怒ってんのお前。日本やでお前。日本ってお前寿司やろお前。いやいやいや日本といえばお前島国やろ。そんなでかい話してないよ。そんなでかい話してないよ。どんなやねんじゃ。なんかお前シャメかなんかないんか。持ってへんやろ。なんで俺寿司のシャメ持っとかなあかんのお前。どんなやねん。
こんなんやん、こんなん、こんなん。ちっさ。ちっさい。なんでこんなちっさいの。食べやすいからやん。食べやすいから。酢飯になってんの、これが。酢飯って何？ご飯に酢が混ざってるやつやねん。なんでや。なんでやって。俺も知らんよ、寿司のこと完璧にしてるわけちゃうから。お前、先輩と食べに行ったやろ、うん、普通そんな話なるやろ。ならへんよ。なんでこれ酢入ってるんですかねとかならへんやろ、お前。で、このな、シャリの上に魚の、はい、え？シャリって何？だから酢飯のことを寿司横でシャリって言うねん。何そのかっこいい言い方するの。別にかっこよないやん。何ちょっとその尾崎っぽい感じ言うの。シェリーやん。俺のシャリシャリの上にな、うん、魚のお刺身が乗ってんねん、うん、それがお寿司、うん、それだけを食べんねん。お前なめんなよ。え？まあ、言うても俺最近太ってきてんねん、お前、うん、足りるかお前。一個だけちゃうよ。めっちゃ小さい。いっぱいいっぱい食べて。そんなな、魚ばっかり何個もいらんて。あ、そう。ほんなお稲荷さん食べたらええやんか。お稲荷さんって誰やねん。人ちゃうよ。近所のおっさんか。違う違う違う。食えるかお前。違う違う。いなり寿司残って。いなり寿司。何やねんな、いなり寿司って。油揚げにご飯入ったんねん。魚ちゃうやん。ちゃうよ。今までずっと魚の話してたやん、うん、次油揚げても急すぎるやろ。ちゃうないやん。そんなすぐ切り替えられへんで。いろんな種類があんねんな。いなり寿司の他にも巻き寿司とかな、あと押し寿司いうのもあるわ、あといろんな具材入ってるチラシ寿司、あとカルフォルニアロールいうのもあるわな、うん、カルフォルニアロール、うん、いやいや今寿司の話してねんで、うん、誰がお前その必殺技の話してる。ちゃうよ。カルフォルニアロールって言われちゃうから。技やろ。違う違う違うねん。アメリカのお寿司やねん。アメリカ？うん、アボカドとか入ったんねん。アボカド、うん、巻き寿司なんやけどご飯が逆になってんねん、うん、ご飯が逆って何？逆になった。ご飯に逆なんかないやん。どういうこと？ご飯の逆って。何やねん、パンってこと？違う違う。何やねんご飯の逆って。ご飯の逆がないやん。もう稲の段階で炊けてるってこと？違う違う違う。こんな逆とかないやん。何やねんご飯の逆って何やねん。巻き寿司あるやろ。あるやろって。お前が今勝手に言うてるから知らんけどな、うん、ほんならこれぐらいの海苔用意せえや。海苔な。それもあんのかお前。あんねん。こんな見たことないぞ。その上に酢飯を引くねんな、うん、でかんぴょうとか巻いたらかんぴょう巻きやな、うんうん、であとカッパ巻きのもあるわ、うん、お前ちゃうよ。ちゃうよ。ちゃうよな。ちゃうよ。巻かれへんし。俺見たことないで、うん、そうやな。俺初めて見んのが寿司の中とか。いやいやいや、違う違う、全然嫌いで。好きやな。小さいんか。ちゃうねん。キュウリよ。キュウリ巻いたらカッパ巻き言うねん。あ、キュウリのことか。そんで海苔を外返して巻くのがやけど、それがもうええわ。もう無理よ。言うとけんなのか。寿司って高いねんだお前。まあ、その高いで結局俺食われへんやんか。ほんな回転寿司行ったらええがな。お前だ、回転寿司って何やねんの。寿司が回ってんねん。イリュージョンってこと。ちゃうわ。ちゃうよ。何やねん回ってるで。回ってんねん。こうなってる。そうは回らないよ。落ちるやねんか、そんなもん。違う。どうやねんお前、ムービーかなんかない。ないよ。なんで持ち歩かなあかんねん、そんなもん。持っとけやお前、説明すんのやったら。皿あるやろ、うん、皿の上に寿司が2貫乗ってんねん、うん。に2貫って何やねん。寿司は1貫2貫って数えんねんお前。漫画と一緒か。ちゃうけどな。それちゃうけどな。皿の上に2貫乗ってんねん。それがベルトコンベヤーに流れてやってくんねんお前。ベルトコンベヤー、うん、好きなタイミング取ったらええねん。好きなもんな。これ便利やないかこれお前。だってそれもなんで回す必要があんの。便利やないかお前。注文せんでええもん。これ便利やんかお前。いやめちゃめちゃ怖いやん。なんで回られなあかんねん。え、俺寿司が目の前でぐるぐる回ってたら、うん、普段の俺でいられる自信がないわ。萎縮してまいそうやわ。萎縮すんねんお前。すごい怖い。楽しいとこやねん。家族連れとかいっぱい来てんねん。子供とかに来てるからな。あのメロンとか回ってくるわ。メロンとか、うん、メロン回ってんの、うん、回ってるよ。え、メロンしな、すめちゃうの。ないよ。ない。寿司ちゃうやん。ちゃうよ。回ったらあかんやん。なんで。外せ外せ。外さんでいい。回転寿司言うてるやん。寿司ちゃうかって回ったらあかんやん。誰も気にせへんやろそんなことお前。むちゃむちゃやんお前。なんでお前。ほなお前エグザイルの中にマンダシタコ入っててもなんとかなって言うやん。すぐ外せ言うやろ。全然ちゃうもん。変な人入ってます。もうええわ。すぐ外せあの人。もうええ。なあ、もう食いってこい寿司や。おごったるから金出したるわ。寿司屋行ってこい。もうタクシーで行ったらええわ。タクシー乗ったらええわ。タクシーでも出したるわ。タクシー乗って行ってこいお前は。もうまね。タクシー。ああ、タクシーでないやん。いやもうええわ。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。まあまあまあ、いきなりなんですけどね、ちょっとあの僕美容室っていうのがちょっと苦手なんですよね。なんか緊張するというかね。 B 美容室って小さいってこと。違います。違います。 B の B じゃないです。薄いってこと。 美容室がちょっと苦手なんですよね。なんか緊張するというかちょっと恥ずかしいんですよ。まあまあおしゃれなとこやからね。そうやねん、うん、ほんまに、まあ、ダサいもんね。そんなことないやろ。スーツやで。あんま出へんやろ。ダサい。珍しいな思って。スーツやのにダサさが出てるって。あんま言わんと才能やね。うん。お前とかどうなんの美容室。俺いつもおしゃれなとこ行ってるし、まあ、カリスマ美容師っていう人に、まあ、切ってもらってるけどね。マジで、うん、まあ、どこで切ってもらってんの。俺いつも行ってるのは、ね、高槻にあるね、あのヘアサロン三好ってとこやねん。出さないそれ。それ出さないそれ。で出さないよ。え、
ちゃんと商店街の中に入ってんねやから。出さないで。出さやろそれ。いや出さないよ。ちゃんとお肉屋さんの隣にあんねやから。出さない。すごいとこ出してる。出さないよ。ちゃんとパンクも直してくれはんねやから。それ何？パンク修理やってんの？両方やってるから。マジで、うん、すごい店。ほんなら今日はカリスマ美容師はこんなんやっていうのちょっとお前に教えたほうが。俺に、うん、うん、でもお客さんとして来たらいい。はいはい、はい、次からちょっとでも行きやすくなる。なるほどな、うん、ウィン、いらっしゃいませ。びっくりした、びっくりした。いや刺されるわ、また2本持ってたで、ね、これ刺されるわ、また2本持ってたんや。こうやってなんか言えよ。お客様、今日はどういった感じで。ちょっとあの僕あのヘアスタイルのことあんまよくわかんないんですよ。あ、でしょうね。めっちゃ待てよ、おい。でしょうね言うてるよ、お前。でしょうね言うてろ。かしこまりました。何をやねん。何をかしこまって今。いらっしゃいませ。来てるやん、もう。来てるよ。いらっしゃいませ。来てるって。もっともっといらっしゃいませ。どういうことやねん。もっと楽にいらっしゃいませ。そこまで緊張してへんよ、ほんまに。もっとおしゃれにいらっしゃいませ。ダサい言うてんのか。次回は月曜日いらっしゃいませ。休みやろそれは。どういった感じで。じゃあの教えてくださいよ。まあ、最近の流行りとしましては、まあ、ベリーショートとかですかね。ベリーショート、はい、どうなんですかそれ。桂南光さんですね。だけだけだけなんですか、ベリーショートって。はい、あ、そうなんですか。南光さん、嫌ですよ。嫌です。普通に短くしてください。お願いします。お前頼みますよ。すいません。すいません。佐藤君、佐藤君、佐藤君、ちょっとそこのお客さんやねんけど、もっと全体的に切っていっていいから。かっこいい。で、頭だけ見ずに体のバランス見て切ってね。かっこいい。じゃないと全体のバランスがおかしくなるから。カリスマや。うん。で、もっともっと切って。かっこいい。もっと切らんとそれ。うん。南光さんなれへん。ほんまに入ってた。ほんまにいたやん。それでってね。はいはいはい。忙しそうですね。関係ないでしょ。え？え？すいませんすいません。翔子ちゃん、翔子ちゃん、翔子ちゃん、ちょっとそこのお客さんのカラーやねんけど。カラー？茶色入れて赤多めにして。え？赤多め。赤多め。赤すごく多めね。そうそうそう。うん。うん、お赤飯みたいにしてって言われてる。お赤飯？お赤飯みたいに色にしてって言われてんの？で赤多めにしてね。すげえ。で黒と白入れようか。ごま塩？ごま塩入ってるね。入れていいでしょそれ。で赤茶入れて赤茶。赤茶？うん。小豆入ってるよね。入ってる入ってる。お赤飯みたいにしてって言われてるから。色じゃなくてお赤飯を作ろうとしてるんですか？で横の側はベージュにしてね。入れ物、入れ物作った。で木目入れて。木目でのし紙して。のし紙した。紐でくくってる感じ出して。で黒で祝祝お疲れ様でした。意味わからん。すごい注文ですね。あんたに何がわかるんですか。お客様最後なんですけど、はい、整髪料のほどをさせていただきましょう。あ、つけてください。じゃあワックスかムースになりますけども。ジェルないんすか。はい。ジェル。え？ジェル。ジェル。犬呼んでんじゃんよ。ジェルって犬飼ってへんから。犬はダメでして。いや、飼ってへんから。ワックスかムースで。もうワックスでええよ、お前。ハードでよろしい。何でもいいから早してや、もう。こっちも一緒に出ます。あやな。美容師です。あやこいつ。いらっしゃいませ。あやお前。いらっしゃいませ。誰に言うた今。はい、OK です。何がやねん、お前。塊のしただけやないか、お前。もうムースしか残ってないです。何でもいいか、早せ言うてんの、お前。こっちも急いでます。あやお前。美容師です。こいつ。いらっしゃいませ。あやお前は。いらっしゃってるよ。誰に言うてんねん、それ。変な顔してはるよ。全部使ってんだ。はい、OK です。何がやねん、お前。どんだけ硬いねこれ、お前。これ自然薯入ってますんで。入れんなそんなもん、お前。粘り気がすごいんです。知らんがな、お前。あとこれ食べれるやつなんで、お腹すいたらまた食べてください、ね。いや食べるかって、もうええわ。どうもありがとうございます。どうもダイヤです、よろしくお願いします。いやね、うん、いやいきなりなんですけどもね、うん、僕昔ね、あの部活のキャプテンやってたんですけどもね、うん、こう大変なこととか結構あったんですよ。お例えば部活辞めるやつおるじゃないですか、はい、そいつのとこ行って説得して連れ戻すというのやってたんですけどもね。まあまあキャプテンの仕事だよ、ね、そうそうそう、お前とか絶対できへんやろな、そんなんね、ほんまに。もまあまあそれ一回やってみると分からんよね、多分。まあできんけど。マジかいな、お前、うん、ほんなやってみるか、お前今。おういいよ。ほんな俺が部活辞めたやつやるから、うん、お前説得して連れ戻しに行こう。俺が言ったよ。オッケーオッケー、はい、はい、何やねん話して。おう、お蕎麦売ってるとき。いや売ってへんがな。俺こんなんやってへん。なんやねん話して、お前。最近どうしてんねん。え、荒れてるそうやないか。ほっとけや。夜の街で喧嘩ばっかりして。関係ないやろ。昼の街歩いて。それはええやん。
それ自由やろ。すごい歩いてるらしいな。いいやないか。何やねん話してお前。直入に言おう思てる。うちのチームに戻ってきてくれ。担当直入に言うてみた。言わんでえから別に。俺はもうチームに戻る気ないねん。よいしょよいしょってないのお前。何よいしょってお前。あいつちおかしいやろか。正直お前が監督と喧嘩してな、チーム去ってからチームの雰囲気良くないんや。え、みんなお前に戻ってきてくれって言ってる。みんな、みんなじゃない。すまん、うん、木下言うてへんわ。あ、そう、うん、でも他の一応メンバーは言ってたから。あ、そう、それ木下はまあ言うてへんかった。うん、それあんま気にすんの。オッケーオッケー、うん、みんなな、お前のフリーキックもう一回見たい言うてんねん。みんなじゃない。あ、そう、うん、すまん、木下言うてへん。あ、そう、うん、木下俺、あ、そう、うん、なんかどっか言ってて。でも他のメンバーは一応なんかそういう話はしてたから、うん、そう、あんまな、深く聞かんでほうがいいと思う、うん、あとまあこれだけ忘れんなよ。お前がチーム去ってからな、10番のユニフォーム着ようとするやつ誰もおれへんねん。え、これどういうことかわかるか。10番のユニフォームに一番ふさわしいのはお前しかおれへん、それみんな分かってんねん。10番のユニフォームを着るべきやつはお前しかおれへん、それみんな分かってんねん。だからな、誰も10番のユニフォームを着ようとせえへんねん。あ、でも一回木下完全に着てもらったけど。木下なんやねん。木下が着て帰ってたで。ずっとなんやねん木下。バイバイって言った。バイバイちゃうわな。どんな綺麗やの俺のことよお前。ただ木下お前のこと認めてるぞ。え、お前のプレー認め、お前のサッカーに対する情熱認めてる。ただ木下お前の顔が嫌いや言うてる。どうしたらええの。どうしようもない。しょうもない、もう行くわ俺。どうしようもない。ちょっと待ってよ。何やねん、もう誰かに似てんな。今言うなよ。誰や今言われてる。ゾワノブやろ。どんな顔やねん。ゾワノブ。ゾワノブにそっくりやってるかお前。 L 字型の方やから。どう見えてんのお前。フォルムの話や。フォルムの話、シルエットの話や。何だよお前は。なあ、ほな逆にお前に聞くけどな、 お前にとってチームメイトって何やねん。え、お前にとってチームメイトって何やねん。え、いや違うそれエビフライやんけ。何も言うてへんから。エビの話。エビあげたやつとか言うてへんから。エビの話してへんからな。どういう意味しとんの。今はな、まあ、あんまりもう、うん、電話電話お前。はい、もしもし、はい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 、マウンテンゴリラ20匹、はい、わかりました。何の電話やねん。すぐに行けると思います。何でお前にかかってくるそんな電話がよ、お前に。わけわからない。関係ないやろ。関係ないやろ、じゃやろお前。何やねん。わけのわからん、もう行くから、ほんまにもう。ちょっと待てよ、お前。何やねん。たけしが言うてたよ。え、たけしが言うてたよ。お前のフ止めるやつ誰もおれへんって。たけし、サトシが言うてたよ。お前のドリブル止めるやつ誰もおれへんって。サトシ、前川が言うてたよ。お前のフェカイレベルやって。前川、木下が言ってたよ。お前の目元が鬱陶しい。言わんでええやん。せっかくテンション上がったのに。お前の目元が気持ち悪いってノートに書いてたよ。なんでな。よっぽど嫌いねえねほんまに。ねえな、だからな、みんなお前に戻ってきてくれと思ってるから、もう一回お前な、チームに戻ってきてくれ頼む。俺チーム監督は監督はな、確かに怒ってるよ。でもな、俺はみんなが頭下げたら絶対許してくれるはずや。だからお前何も気にせずな、もう一回、もう一度チームに戻ってきてくれ頼む。俺監督も監督もな、俺はみんながお前のこと必要としてるのも気づいてるはずや。だから絶対許してくれる。だからな、お前何も気にせず、もう一回チームにな、戻ってきてくれ頼む。俺チームそんなに言わせやもん。なあ、そんなに戻りたいんやったらもうええ。おいずっと被ってんのお前。何やねん。戻る言うとんねん俺も。嘘。戻るよ。嘘。お前。いつ？今日や。すぐ。あ。今すぐ。あ。どうしようかな。何やねん。木下の反対ぶりが半端やないか。いやもうええわ。どうもありがとうございました。どうもダイアンです。よろしくお願いします。まあいきなりなんですけどね、今度僕ちょっと休みは。ちょっとだけど。うん。あ、もういいか。何？なんか大きくてやっぱりなんかそういうな。あの吉本でも何人かいるやんか、それ系の、うん、で、うん、なんか共通してんねんの、なんか何がなんかギラついてるやつが多かった。ああ、そのもう一人吉本でなんか、うん、ちょっとそういう系で、うん、やめっていうかクビになったやつおるんやけど、うん、やっぱりすごい似てたもん感覚、俺そいつとそいつがいつも被ってって俺は、ね、ああこうああそっかそっか頭の中であるやん、うん、結びつかへんみたいな、うん、どっちやったっけみたいな、うん、なる二人がもう似たようなことしたから、でも怖っと結局そうやって怖かった。こうなってから俺もそのパーティーそのそれ調べた時に、うん、でもやっぱ酒なんかみんな酔うてない、大体酔うてたかな、なんか酔うてやってるのが多くない、なんかそういうなんかまあな、うん、一番出る言うしな、そうそう、なんか酔うとやっぱ分からへんなるやん。いやでもさ、うん、そう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 、でもやけどな、もちろんめちゃもう何歩寄っても本性出るけど、うん、最終的な理性って絶対残ってるやん、うんうんうん、
できへんやんか、うんうん、それやっちゃうのってやっぱりこのなんまあ危機感がないと思うね、正直。それやったらあかん、もう仕事が全部なくなるとかさ。あとだからそのもう分からないようになるまで飲むんちゃう。それはやばいな、ほんまに。もう聞くやん、もう覚えてないとかさ。あ、怖いな、うん、何したか覚えてない。それはあるよ、俺も記憶ない。でもな、もう帰ってる。でもその時に多分、うん、なんかやってしまったりとか、うん、っていうのことちゃう。だってなんか大体みんなさ、まあそうじゃないのもあるやろうけど、なんか飲んでるな。ああ、酒。うん。前園さんもそうやしな。前園さんやろ。前園さん。だいぶ前やタクシーのあれに蹴ったもんね。だいぶ前やし、井上の、ダンスミュージックもあれ飲んでたやろ、ね。あれ7月7日やからね。あれ七夕。あれ七夕。あれも、毎年七夕の時思い出したやつ。そうそうか、うん。あれ七夕です。死んだやつみたいになった。ほんで、野坂先生がマイク投げたら予定あったもんな。あれ時パーティー、パーティー。パーティーの時までも予定あったもんな。パーティーの、だいぶ予定あったよ。予定あったよな。だいぶ予定あった。マイクで、なんたら、せん言ってバーンとついて。そう。で、その後、大島監督が野坂さんの、あんな綺麗に顎に入るっていうぐらい、顎にパンチ。確かに僕も悪かったかもみたいに言って殴られて。2歩ぐらい喜ぶ予定あった。あの時も予定あったよな。まあな。だから結構、酒、まあそうじゃない、もちろんやつもあるけど、なんか配信とかさ、酔って配信してとか、もう覚えてへん。あの、そうやな。あの、ちょっと酒で何回かぶつかってる人とかも。ああ、そうやろ。うん。私もやっぱり酔っ払って配信して、そうか。わからないなって、もう。両手でもぶつかるはさ、うん、もうそれはなんかもうどういうことなんやろと思うよな。その分かってもう乗ってるやん。そうや、分かって乗ってる。そう、感覚がやっぱりペロペロで両手のに乗らないの。乗るやん。それなんでなん。それ自らやんっていうさ。そうやな。うん、その感覚がだからもうあれじゃあ大事よ。でもビビリっていうのは大事やから、ね。もう なんで、あ、そうやな。うん、そなんでその状況の時に車なんやろうってね。ああ、うん。ちょっとな。なんか。しょうもないことでさ、うん、何度もあれやしな。しょうもないこと？じゃあそういう事件であったりとかさ。うん。まあな。一番悪いことやから、ほんま。怖いよな。悲しい、あんだけ戦ってたさ、うん、ぐいぐい大脇が、なんか、変なことしたりとか。もう言ったら、忘れてるよ。俺も、だって忘れてて調べたくらいやから、何やったっけ。なんか、あれぐいぐい何やったっけな。あれと。なんで、なんか、おらんなってんだっけって調べたら、うん、ああ、そうか。で、そこで、ああ、先生。だから、多分今、タムケンさん兼なんかやってると思うね。そうやんな。なんか、なんか、ヤフーニュースかなんかで、うん、田村さんの記事があって、うん、あれこれ飲みだ、あ、ぐいぐい浮気や、と思って。なんか、写真ってこと？写真で。写ってたってこと？そうそうそう。もう、やっぱりな、うん、ちょっとあんまり好きじゃなかった。正直。苦手な方やって。ああ、そうなん。もう苦手やった。なんでなん。ガサツやん。あれ、ガサツやん。俺は正直あんま知らんけど、うん、その、何、なんか、しっかりしてそうやん。なんか言ったら先輩後輩とかも。何回か、そう、お酒の場に行くけど、うん、やっぱ俺な、ああ、俺苦手なタイプやと思いながら飲んだもん。あ、もういいねん、俺なんか。俺、そういうのすっごい敏感やから。それは何、俺マジで当たるで。酒飲んだ時。場の感じが。うん、もうはっちゃけすぎてるってこと。そうそうそう。調子乗りすぎてる。でかい、まあ俺もでかい声出すけど、うん、じゃなくてもう、ただただ、はしゃぐなよ。そう、もうはしゃいでるだけやん、それ言って。うん。もう、めちゃくちゃおもんないこいつ、みたいな。それはあれ、酒入ってそうなの。酒入る前から、そう。酒入る前からもちょっとなんか、そういう感じで生きとったけども、うん、酒入ったら余計になって、まあ、苦手やわ、思って。なるほど。苦手やーと思った。ほんで、まあ、やっぱりそんなすんのか。まあまあな。まあ、なんで女ってなってた、俺は。でもさ、その、にしても、なんか、なんか不思議なんよね。なんか、なんぼ酒入ってた言うても、うん、そんなさ、なんか、そういう、なんか、ちょっとそういう、なんていうの、うん、あの、わいせつみたいなさ、ことを。女の人に。まあ、スケベな心出んの分かるよ。うん、でも、それを実行するって。それを知らん人に、うん、その、酒、飲んで酔ってたとしても。うん、ああ、まあな。どうなってたん？それ、エッチな店行くとかさ、うん、そうやったらわかるやん、うん。なんかもう、歩いて。そう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 。恐ろしいね。うん、まあでもまあ、もうね、もう出所してんだっけ。いや、捕まった？捕まってないよね。
いやだからそういういやいやそれは別に誰々とかじゃなくてね、そういう全体的に、全体的に、だってあのあんまりそのあれなんか分からんけど、そのちょっと前にもあのなんかそういう事件というか、誰々知ってますみたいなのがなんかちょっと捕まったんですみたいな話聞いたの。あので、俺は全然知らんかったけど見たことあってん、あのテレビで何々の、あの子、全然知らんで、知らんけど、そう、あいつ、あの、芸人で、みたいな、あの、誰、こう、こう、こうで、あの、なんか、捕まっ、な、何系かだけやし、HK のやつ。HK、HK、もちろん、めっちゃ HK、ね。うん、で、なんか、捕まりました。捕まったやん。みたいな。あの、もう、嫌や、もう。聞いてたけど、なんか、そのなんか内容聞いたらな、うん、なんかあのまあまあその内容というかその HK やねん、わいせつ系やねんけど、なんかえお前なんかここ5年ぐらい海外行ってたみたいな、そのたら、うん、今こういう世の中こういう状況っていうの知らんの、あ知っててそんなんするって初歩的な、なんかすごいどんなメンタルしてんのみたいな、怖っ、ごちんちん送ったりとか、ええー、もう何まあまあ、わからんけど。おちんちんの写真。おちんちん送るってね。撮ってるやん、もう。撮って、おちんちん包んで送ってね。なんかそういう、なんか、でも、だから、怖いんじゃ、そういう、なんていうの、自分の、そういうな欲求とかっていうのは、まあな。こう、いつそうやってこう、なんか出てしまったりとか、するかわからへんもんなんやろな。怖いよ、まあ、気ぃつけなあかん、ほんまに、ほんまに酒はね、恐ろしい、恐ろしいな、うん、ダスロレンで2ヶ月後ぐらいだから電車でおうち貸して2人ともなで、なんか酒飲んだ後が真っ白な顔してで珍しいな、同じぐらいの時期に2人とも捕まる2人とも痴漢して我慢できなくて真っ白な顔してパシャンって映った瞬間髪の毛もっさぶさグレーの据えてきて交流されてるちょっとほんまになんかそやな、誰かの映像でこんなんなってるかもしれんやん、そう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 、映像で流れてきて、ユースケがこれ取り押さえられてガムホームにって走って後ろ姿あれ誰か見え、誰か後ろ姿、誰かあれ見たことあるなでも絶対わかる。あ、パーマで。もう後ろ姿も 100% わかるからね。わかるよ。うん、近いしてる。怖いよ。いや、ほんまに気ぃつけなあかん。そう。で、あれもさ、要はたまにその映像見るやん。線路沿いを男がバーって逃げてるみたいな。で、あれもなんか、その、よくわからへんというか、いろいろ聞くやん。例えば。冤罪でやったり。そうそうそう。の場合、逃げなあかんとかさ。でもなんか聞いたりするやん。うん。で、なんか、駅長室行ったら、そうそう、もう、その時点でアウトやん、ね。もう確保されてるみたいな。そうそうそう。だから分からへんねん。分からへん、ほんまに。うん、もうその場で、もう弁護士呼んで、そう。もう一切動かへんか、うん。ほんまに、逃げるとかさ、って聞くやん。っていうことだろ。なんなんて、そこら辺のさ、そうそう、雑な感じ。それ、ずるないっていうさ。うん、ずるないっていうのは。ずるないっていうか、その、やってないのに、例えば、この痴漢です。実際そういうの。つつもたせ的なね、うん。あるもん。実際そういうのあるやん。あるあるある。で、やって、痴漢してないのに、うん、触られましたとか言われたら、うん、周りの人も、絶対女の人、うん、大体信じるやん。そうやな。だからそこで取り押さえられたりとか、うん、触って何もしてないのに。うん、ほんで、そのままさ、なんか、駅長室みたいな、連れて行かれて、うん、こう、捕まるみたいな、うん。で、それがやってないのって、もう、むちゃくちゃやん。そうやな。うん。人生終わっちゃうから。そうそうそう。もうお金取られてみたいなことだよな。だからもうやっぱりさ、完全に。言うてくれと思う。車両分けへん。ほんまに。今女性車両あるけど、うん、もう俺、時間でいいと思うね。うん。この5分に1本電車来るとするよ。なるほどね。40分、偶数発はもう全部女性。奇数はもう男性。ぐらいでいいと思うね。でも東京。まあそれで無理やと思うけど。そう、東京ぐらいバンバン来るんやったらいいけど、うん、そんなさ、田舎の方でさ、30分に1本しか来えへんとか。田舎前にならへんやん。そこまで。うん、まあでも。で、特にもう、その、痴漢が多いとされてるさ、ところで限られてるやんか。うん、ってなったら、もう完全に分けたらいいと思うね。半々。まあ男性の大変やもんで。そう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 。でも、その女性の方が圧倒的に被害多いわけやんか。痴漢で言うたらさ。うん、ってなったらもう、
それも致し方ないような気がするんだよ俺は。それでもさ、私も関係ないって入ってくる女性がいてさ、それで痴漢されたらだったらさ、もうさ、男性陣もやん遠吠え、犬が、それが、また犬連れ込んできてるやん。赤花か拾ってきたとか。閉じ込めてる。いや、ほんまに。男性陣も、それはやっぱり、めちゃくちゃ多いわけやん。そういうのをやる人が。だから、そう分けたとしても、ねうん、多分、あれじゃあ、もう知らんふりして、分、うん、からんふりして、そう女性の車両に乗り込んで、うん、みたいな人、やっぱり出てくると思うけどな。それをやるために。この間映像見たらさ、それまさしくそれをもう、女装した。うんおっさんが、なんかもう、囲まれてたもん。うん。まあ、それ、女性スタイル入って、触ってたんやって。それは、痴漢するために、女性の格好して。すごいやん。でも、それってさ、相当アホじゃない？うん。なんかもう、ミッション多すぎるやんか。まあな。アホやし、もう、めんどくさいし。そうそう。まず、女性の格好、女性にならなあかんやん。うん。その時点でもう、バレるしね。ほんで、お尻触ってるやんか。うん。女性がじゃんの。まあな。そうやな。もう、わけわからんの。うん。あの、お前何が、俺も言いたいもん。お前何がしたいねん。ほんで、女性の格好したとて、触ってるから。そうやねん。あの、それはもう痴漢やんっていうね。もう気ぃつけよう。気ぃつけようということね。ほんまに、あの、気ぃつけようもないけど、うん、ちょっと、なんか怖いから。恐ろしい犯罪かな。そう。なんか、どっか忍び込んだりしてる人みたいなのか。まあな。いろいろあんねん、ほんまに。でもな、うん、なんかやっぱりそういう分からんよ性癖癖なとかって隠れたな怖いなと思うでだってそうじゃないと例えばこういうのじゃないと興奮しませんみたいな人は あの例えばそれがちょっと普通じゃなかったとしたら あかんそれじゃないかあかんわ身近な人でも、うん、そういうの知らん人いっぱいいると思うねあ実はみたいなそう実はこの人みたいななんかすごい、うんお尻バーン叩くとか、まあそれぐらいいいかもしれんけど、うん、なんかもっとひどい、スーパー SM みたいなさ。そうそう、だからちょっと犯罪級のみたいな、ね。そうそうそう。そう、だからそれになってたら、うん、逆にやられるとかさ。こっちが。逆に、うん。だから。いや、お互い知らんこともあると思うで。俺の性癖でどうぞ。俺の二三性癖っていうかは、うんうん、一個あるのは、なんか、うんお尻プリプリっぽい女の人が歩いてきたら絶対見てるもんね。お尻はな。うん。それは、たまにあるやん。その、電柱、こっちタクシーとか乗ってて、電柱とかでもう、ずっと見えへん時あるやん。あと、ほんまに腹立つからね、運転手として。これ見たいんすよ、お尻。って出そうになるもん。しかもちょっと。どんなタイミングやねん。ちょうど進み出したのと同時にあるから、ずっと。ずっと見えてないの。隠れる瞬間あるわな。うん、ある。あれはほんまに腹立つな。腹立てんなほんまに。あれは、なんでユウスケのためにみんな世の中の女性はお尻見せないなあ。それはある。なんでお前のためにお尻をちょっと見せなあかんねん。いや、それはね、ちょっと一個の楽しみというか。すな、そんなもん楽しみ。それぐらいちょうだいよ。ご褒美。ほんまの、もうねえの。それでいいねんって。砂糖水やで。お菓子で言うたら。でも、それでええよ。お菓子で言うたらほんま、ちょっと砂糖水。それで十分だよ。うん。ほんまな、それぐらいの世の中になってますよ。ちょっと、気をつけてね。もう、ぐいぐいもね、もう気にすな。ぐいぐいの話あんましたんだよ。もう、綺麗に忘れてる。お礼ですら忘れてたやもん。何やったっけってなって。これまで調べる人おるかもわからんから。もう。でもやめてるからな。ぐいぐいはもうね、うん、元気です。はい、というわけでございまして、ここで一曲聴いていただきましょう。コーディー・リーで、冷やしネギそば。何やろ、喉を、昔こんな感じひんかったかけどなと思うけどな、なんか、乾燥。今めっちゃ感じんのよな。いや、それ昔からあるって。昔からなんかな。俺が感じるんだよ。お前はよく昔と今の違いをなんか、天気とかいろいろ言うけど、いや、一緒やで。かな、昔でも俺こんな乾燥してる感じなかったけど、最近ではすぐ乾燥わかるやん、喉で。わかるよ。あ、めっちゃ。苦いがする。うん、乾燥してるわ。ひっつく感じな。うん。かなんな。かなかな。ほんまに。加湿器耐えてる？加湿器もやってるよ。それも絶対だからな、でも乾燥が一番あかんから。うん、まあでも。水分取ってな。うん、でも俺はその、ビタミン C。ビタミン C を。これはね、皆さん、騙されたもんで一回やってみてください。俺、去年のこの時期、俺多分もう風邪ひいてたと思うね。でも今年は、まだひいてんねん。ちょ、俺、うっすら感じるけど、ちょっと鼻声やん。これは多分あれ、風邪とかじゃなくて、なんか、
突発的なもんやと思う。それ何やねんそれ。うっすら風邪ひいてるやん。いや風邪ひいてん。俺はやっぱり風呂上がりとか暑いやん言うて、まあな、うん、だからパンイチでしばらく、うん、普通に戻るまでパンイチおったりとかするやん。でそのまま俺はよう寝てまうんよ横なって、うん、ほんで朝までは寝えへんけど、うん、それで何時間か寝てしまうみたいな、うん、でちょっと寒くて目覚めるみたいな、うん、ほんならそのぐらいからなんか喉意外がすんなみたいなさ、まあな、うん、そういうのが多いんよ、うん、ほんでそのまま風邪ひいて持ってるみたいな、いつものパターンはな。そうそう、でも今年もそれやってんねん俺。やってんのかよ。やってもうてんねん。やってもうてんねん。やってもうてんねん。でも俺ビタミン C 取ってるからむちゃくちゃ元気。何やねんこいつ。何やねんお前。そんなに足りてなかったんかい逆に今まで。いやこれはやっぱりそんなに取れてなかったんかいビタミン C。 俺やっぱ皆さんやっぱビタミン C 取ってください。いや分かってんねんこれは。ほんまにみんな知ってんねん。むちゃくちゃ取ってるから俺。ねねねね、俺体もほぼ今ビタミン C になってるから。じゃあ絶対 何か足りてへん。決定的に足りてへんと思う。ほんまに。まあな、俺もみかんすぐ食べるし、うん、俺はみかんやん。俺はもうみかんで取りたいタイプやから。でもお前そんな俺にみかんで対抗しよう思ったら700億はあるから。でも俺はもうほんまに朝、もう最近朝はもう、みかん。みかんを3つぐらい、ちっちゃいね、サイズ。ちっちゃいサイズ3つと、うん、あの餅食ってん。まあ冬は。あの磯辺焼きを作って。餅うまいな。朝、あの醤油と焼いてさ、海苔巻いて食ってんね。まあな。ああ腹バンバンでいってん。みかん食べて。ほんで薬飲んでってるから。ほんまちょっと。あの言ってん、俺ずっと腹下してたよってさ。1ヶ月ぐらいな、うん、お腹下してて、うんうん、で病院行って、うん、でなんか薬もらったらもう次の日からもう治んねん。何やったっけ。なんたら言われたけど突発性下痢症候群。めちゃくちゃダサいよ。何やねんそれ。突発性下痢症候群やった。それだったら俺忘れへん。なんか言われて慢性ノンタルコータラみたいな。何も分からへん。それで薬で、うん、すぐ治ったん。もうびっくりしたよ。そんなすぐと。それまでほなその薬飲むまでまだずっと下痢やった。もうすぐもうもうでも基本下痢や言ってるやん。いやでもそれがひどかってほんまに。もう座って、うん、もうあそんなしたくないのに座ったらシャーって水みたいな。汚い話もうちょっと肛門痛なる。いやまあそうやな。痛なるやん下痢の時ってちょっと。痛なる、ね、その状態がずっとすごいもう水みたいな。猿みたいな。こうもなってるような感覚になるやん。なんかその感覚な。なってへんねんで。でも痛くて。ちょっとこう。中のやつがこう。外に出てるぐらい。なんかすごい。いう感じ。シワシワの梅干し。痛い。確かに。キュッてしてる感じ。なってる。キュッっていう感覚になってるやん。なってて痛いね。いやそこまでじゃなかったけど、まあ、とりあえずもう座ったら出る。そこまでやろお前。その1ヶ月の下痢続いてたら。いや肛門持たへんで。その痛みはほんまそんななかったん。でもすっごいすぐ終ったら出る。でもう何やったら座ったら出る。もうちょっと痛いな思って座ったらもうほんまに水みたいのが出るみたいな。気張らんでも出るんや。もう水ほんま水やねん。だから収録中にも行ったりとかしてて、うんうん、でも薬もらって次の日からもうガッチガチのんこ。俺びっくりしたもん。次の日から。ガッチガチ。びっくりしたで。びっくりしたで。俺忘れてあれなんで。あんだけ一回ついてて次の日朝行ってあなんかいつもちゃうと思って。うん、すっごい忘れてるから。えガッチガチの出てると思って。えなんで。昨日一個だけ一方だけ薬のこんなすぐ効く。それが今もカチカチな。今もカチカチ。毎日飲んでるから薬。あ今も飲んでるね。朝で結局あのビオヘルミンじゃないわ、なんかそういう調整剤。調整剤。成長剤。成長剤と朝に一錠違う薬飲むんやけど、うん、それだけやね。まあまあな。結局でやっぱりそういうのは取るべきやね。だから俺は勝手なイメージでもうお腹下してるから、うん、俺乳製品とか取ったら、うん、もう倍増する思ってて、うん、そういうヨーグルトとかさ、うんうん、食べたら余計下すイメージ。牛乳飲んだら下すって言うやん、うん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 、そういうイメージやから余計下すもんやけど、やっぱりそれで取った方がええね、うん、乳製品を、うん、乳製品とかそのなビフィズス菌じゃないけどさ、あ そうなんそういう菌とか、うん、成長
作用あるわけ。ああ、なるほどね、うん。まあな。すっごい、次に減ったもん。忘れてたもん、カチカチやった。自分が飲んでたこと。なんでそれぐらい衝撃やった。なんだ嫁に言うとも、チャカチャカチャの方が出たいって。うそ、うん。言うたもん、ほんまに。嫁も一緒に悩んでたからさ。旦那の旦那がずっと1ヶ月間PP やからお前ちょっと心配しとって、うん、カチカチになったよっていやすげえ朝ドラみたいな話どんな話やだ第何話やよっぽよっぽよ最終回でカチカチになった俺が下痢で苦しんでる前に137話やらなかったできちゃうね、あの最近 のこの一人カラオケの流行ってるじゃないですか、うん、僕も行きたいけどねちょっと恥ずかしいなまで受付とかさあ一人ですよそう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 ほんなら、うん、カラオケの人受付やったるからマジでお前お客さんとして来たら優しいやん頼むまあまあまあ、うん、頼むわなあいらっしゃいませ、はい、予約された方ですよねあ予約はしてないですけども予約されたお客様じゃないですかしてないです予約されてた、はいミャンマーの AV 男優の方ですよねお疲れ様です。違います。衛生ですか。違います。違います。どうですか日本は。違います。ミャンマーの AV 男優ってカラオケで予約してあるんです。はい。違います。の方ですよ、ね。いや違います違います。違います。違います。すいません。予約してないです。ミャンマーの AV 男優の方やと思って。失礼だな。あの人来たと思って。有名な人いるんですか。予約してないです。予約したりやりしたあの人からすみませんすみませんすみません普通のお客様ですねはいそうです、はい今日は、何名様でしょうか、ね、あ一人です一人はいいじめとかですか見ちゃいますよどんないじめやねんお前一人でカラオケ行けってお前それって言うてくださいね言うてどうすんのお前私ちゃんと言いに行きますんでどこに行くのお前あの保健所の方行きます何の意味もないですよ一人で1時間ですよ1時間で頼ますよお客様に今ね、はい、ちょっと無料でちょっとガムの方をお配りしてるんですけども、はい、いかがですか、はい、ガムはい、あの歌う前にね、はい、ガム噛んでもらったら、はい、口の運動になってすごい声がスムーズに出るんですよ、はい、あそうなんですか、はい、でもしよかったら、はい、無料になってますね言ってくださいもしよかったらください入ります、はい、やっぱ無料やから何やお前風船ガムタイプの立方体の、はい、手渡し手渡し、はい、すいませんうちの、はい、弾力あると思いますけども結構ありますねよう噛んでくださいね、はいはい、ちょっと生臭いですかねちょっとなんか変な、はい、さ焼く前の身のなんですけども何してんの私手作りで何したのこれ焼く前の身をちょっとキューって固めて立方体に四角くしましてねでちょっと乾燥さしまして最後ちょっと塩振ってますんで何してんのお前いや絶対身のなんか生で壊したらあかんやんお前大丈夫ホルモンやで私さばいたやつなんで絶対お前余計あかんやん我流でさばきました膨らまへんやん絶対に風船打てるけど身のサンドの部分なんで油身多いんでちょっとプーッとはなるんですけどさとお客様ね、はい、カラオケの音量なんですけども、はい、ちょっと絞り目でお願いします、ね、なんでよあの隣の部屋との仕切りが、はい、あの襖になってました、ね、なんでやねんなんで襖やねんお前もともとはちょっと民家でして、はい、で改装なしでやってるんですよせえよ改装時間なかったんで改装なしやってますせーよ音絞り目でなんでもう音消してもらってでも歌わずに座っといてもらうのがいいんですけど、ね、わしくつろいでるだけやんおかしいやんそんなもん、うん、俺歌うからなあそうですで採点機能とかやるからな俺あちょっと今の採点機能がちょっと壊れておりましてね壊れてんの、はい、でも大丈夫です、うん、あのバイトの野村くんが随時あの部屋にあの待機しまして歌終わり野村くんが採点してくれましたなんでそんなやつに採点されなあかんのだ野村くんはちょっとプロじゃないんで、うん、素人なんで専門的なこと分かんないんで、うん、あの何点とかじゃなくて、あ、よかったです採点採点ちゃうやん何それよう声出てますやんただの後輩やんそんないらんからだから野村くんちょっと体臭めちゃめちゃきついいらんわどんなやつ置いてんのあとお客様に今ちょっとあのなりきりキャンペーンっていうのをやってましてねなりきりキャンペーンなりきりキャンペーンです、はいはい、あの本人になりきって歌いたいっていう方おられるとそのアイテムをお貸しするっていうおなるほど、ね、例えばこれでしたら矢沢セットなんですけども、はい、白いジャケットと白いマイク、はい、あ矢沢駅地ね、はい、ええやんあとまあ AKB セットとかあなるほど、ね、それとまあ AKB のあれ制服ないもし何希望のあるやつあれば言ってくださいねあじゃあ尾崎尾崎セットありますございますある一番人気ですあそうですかこちら尾崎セットの角刈りのズラとゴルフクラブになります、ねはい、ジャンボやんジャンボやん、はい、なんで俺ジャンボ尾崎の感じして歌わなあかんねん尾崎やんカリスマの方ですか分かるやんカリスマのすいませんなんでジャンボ尾崎両巨頭やから頼むだすいませんこちらの極太のもみあげになってますんでね清彦やん
庫やん。豊かや、尾崎豊か。どちら様です。知らんのもすごいな。ありがとうごめんね。すごいこいつ。もうええから、あの部屋案内して。お願いします。でお客様がこの建物に入ってきた時点で、あの時間の方換算してますんで、ね。めちゃくちゃ無駄な時間過ごしてねえのか、ここでお前。今もう案内します。お部屋が2階の201になりますんで、これ。何で分かってプレートです、201っていう。忘れたらダメなんで。分かるわ。2階の、あの和室になってましてね。はい。で、またちょっとあの仏壇とか置いてますんで。歴代のおばあちゃんの写真とか上に飾ってますんで。せいや、そんなもんよ、お前。ほんで、もしかしたら途中でおばあちゃんが仏壇の水だけ買いに来るかもわかんないで。だって住んでんの、まだお前。まだ引き継ぎの段階でおばあちゃん住んでますんでね。おかしいやんか、もうめえよ。あとお客様、残り5分になりましたら部屋にあの野良犬話しますんでね。パニックなのそんなもんお前。電話せえや、電話。電話がちょっとついてないので。あなたついてんのそんなもんお前。でもとびきり臭いんで。部屋入ると前に分かると思います。もう近く階段の段階で、ああ犬来たなって。とびきり臭いやつ。何やねんこれお前。すいません、ね、頼むだほんまに。でお客様、こちらの尾崎セットになりますんでね。いいな、すごい。どうもありがとうございます。ソーシャルディスタンスで、ね、嬉しいですね。嬉しいですね。来ていただいてありがたいですよね。本当ね。ピカピカしてて嬉しいですよね。嬉しいですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとね、はいはい、そんな中ちょっと腹立つことがこの間ありました、ね。何ですか？あの自転車に乗って夜家帰ってたんですよ。うん、前からの警官の指揮まして、ね、はいはいはい、あの初めてあの職務質問というのをされましてね。うん、ちょっと腹立つな、あんまり。まあ当然僕は何もやってないんですけども、うん、いざ目の前であれをやられると、うん、すごいなんか焦ってきてね、うん、なんかすごい挙動不審になってね、うん、なんかすごい変な感じになりました。なんで笑ってんの。お前何もしてんやろ。してないよ。ほんでバシで言っとってんよ、んなもんお前。何もしてないんやけど、うん、いざ目の前であれをやられると、うん、すごいなんか焦ってきてね、うん、なんかすごい挙動不審になってね、うん、なんかすごい変な感じになりました。何で笑ってんのお前。怖いよ。怖いの、うん、ほんでいっぺんやってみようや、うん、でも職務質問してこいよ、俺バシ言っとるからさ。あ、ほんま見せたらんな。あ、ちょ、はい、小学生ちゃいますよ。どこがなんですか。親戚の結婚式。違いますよ。無理やりスーツ着てるわけじゃないですよ。うん。で、なんすか。うん。なんすか。え。うん。え。うん。うん。うん。はい。警官やねんけど。なんで帽子見せるんですか。うん、普通手帳でしょ。なくしたから。え、なくしたんですか。うん。え、大丈夫ですか。大丈夫よ。絶対大丈夫。大丈夫やから。いや、絶対大丈夫やねん。いや、絶対大丈夫やから。大丈夫。大丈夫。ほんまですか。きっとあそこにあるから。ありますそれ、ほんまに。落としたとこ大体把握してる。大丈夫ですか。そこ行ってあるから大丈夫。ほんまですか。大丈夫。まだ上司には報告してないけど。やばいでしょそれ。大丈夫、めちゃくちゃ仲いいから。いや、そういう問題じゃないっすよ。同じ塾行ってたし。関係ないっすよそれ。関係あるから。え、なんですの。え、もうよろしいの。こっちのセリフですよ。もういいですか。何ですかこれは。いやいや、こんな時間に何してんのかなと思ってね。ちょっとあの DVD 返しに行ったんですよ。あ、やっと返した。何と言ってたんですか。ちゃんと期限内で返してますよ。2泊5日で。どんだけどういうとこ行ってんすか。2泊3日ですよ。巨乳の。いやいや、映画ですよ。巨乳の映画。それ AV じゃないですか。普通の映画ですよ。何言ってんすか。純新作で。いや、関係ないでしょ別に。純新作で。何でもいいでしょ別に。いやいやいや、純新作です。名前ね。え、名前。え、純新作っていう名前の方なんですか。よろしく。このタイミングですごい名前の人来た。なんで。気づいてない。純新作すごい名前や、うん、あんまり警官名乗らんでしょ。ほんで、あ、手帳なくしたから、ね、あ、大丈夫大丈夫やから。なんですの。もうよろしいの。だからこっちのセリフなんです。もういいですか。わけわからんな。いやいや、もういいですか。最近ね、はい、ちょっとあのこの辺での痴漢が多発しててね。ほんまですか、うん、気付けますわ。まあ、ちょ、はい、まあ、見た目から判断すんねんけど、はい、犯人やね。じゃあね、お前、おい、なんで見た目で判断しとんねん、お前。それが僕のやり方やねん。直せやじゃん、お前。だからね、誤認逮捕がすごいのよ。直せやじゃん。でも直すつもりないねん。今までこのやり方でやってきてるから、この先もこのやり方でやっていこうって、もう心に決めてんねん。純真作です。何やお前は。
よろしくね言うてたっけな、前言うてたよ、一生忘れへんよ、その前。あれだ、川上純新作っていうから。川上純新作え、あのマジックシャルと、ああよろしくね、すごい名前だった、よろしく。川上純新作怪しいね。何が怪しいんですか、君。怪しいわ。何がですか。なんか身分証明できるもある。え、何でもよ、なんかへその丘なんか。いや持ってへんよ。見せて判断できんのかそれ。取れてる、取れてるわ。ありがとう。ありがとうってないねそれで。ありがとうね。何がありがとうやねさっきからお前は。何でもいい、なんか免許証かなんか。え、これや。君いくつ。44円や、うん、君。え、原付の免許しか持ってへんやん。はい。44で。はい。原付の免許だけ。はい。これどういう意味。どういう意味って何これ。それどう説明したらいいんですか。しかもこれ、はい、去年取ってるやん。はい。43で、はい、43で原付の免許だけを取りに行ったの。はい。これどういう意味。だから何これ。どう説明したらいいんですかそれ。これパーティーグッズ。これどんなグッズやねん。どう盛り上がるんですよ。見て、44で原付の免許だけ。パーティーの。どういうパーティーやねんそれな。こういうカードゲームのやつ。どう遊ぶねんな。俺のカードはこれだって出すんかそれな。これ一番弱いカードやね。44で原付の免許だけで。全部みんな捨ててるやつこれ。返せ。おかしいだ。お前酒だよお前。お前ほんまに警官か。なあ。お前ほんまに警官か、臭いとか。警官はそんな言わへんね。お前ほんまに警官か。お前ほんまに警官か。君歯多いね。歯がすごいやないの。何やそれ、急急に、何そ急急に生えてるんや、歯が。何そんな多いんや、歯が。歯が急急に生えて。何そんな急急に生えてるんや、歯が。めちゃくちゃ歯多いやないの。おい、何やそれは。おい、ちょっと。言いしなさい。言いしなさい。警察や、言いしなさい。君の味方や、言いしなさい。言いしてくれな、何もできへんから。言いしなさい。歯多いね。めちゃくちゃ歯多いね。歯多いやついました。誰も誰もパトカーと弁護士の先生。なんで弁護士いんですか。正式に数えてもらうわ。どうするんですかほんで。めちゃくちゃ歯多い。ほんでどうするんですか。こっちも分からへんねや。どうするんですかじゃあ。とりあえず持ち物検査だけさしてもらうわ。そう、自転車にかかってるその袋、それなんやの。先コンビニ行ったんですよ。コンビニ、はい、ローソンか。いや関係ないでしょ別に。ファミリーマートか。どこでもいいっしょ。セブンイレブンか。なんでもいいっしょ別に。はいはいはい。そういうことか。なんすか。恥ずかしがらんでええかな。ポプラやな。違うよ。ポプラっていうのも恥ずかしかったわけちゃうよ別に。チコマートハートいいか。恥ずかしないよ別に。にしましょうね。どこやねんそれは。中身を見せなさい中身を。何やねんほんまに。歯か。寝ちゃいますよ。歯やったら逮捕します。ちょっと中身歯やったら逮捕します。すごいアホや。電池、ライター、ろうそく以上や。台風来てんの。違う違う、たまたまそれ台風なってよお前。俺明日バーベキューあんねん。知らんがなって。もうええわ。どうもありがとうございました。